あ、どうぞ。ここでこんなことやってる。もう4回目になりましたみたいな。もう前、いや、それは先生よ。嬉しいと。嬉しいと。あれ、先生でしょ。じゃあ、いいですか。いいですか。はい、はい、今行きますね。はい、どうぞ。こんばんは。あの、お集まりいただきましてありがとうございます。西条クリニックの西条です。そうですね、あの東京都知事選を明日に控えた東京新宿の西条クリニック。浅草側ですよね。そうですね、あの隅田川花火大会にちょっとこう今日はギャラリーを少し取られましたけれども、あの多分まあ、あの分かってる人はこっちを見てくださるのかなと。新宿御苑は今あのポケモン GO ですごい人が集まっていますけれども、あの皆さんこっちに集まってくださいましてありがとうございました。この臨床トークもおかげさまで本当に年に1回から、まあ、2年に1回というような割合で、今日で4回目になります。もともとはこちらにいらっしゃいます川本忠さんと桂英史さんにですね来ていただきまして、まあ、ずっともう10年近く私も一緒に加えていただいてそのアートプロジェクトをやってきているんですけれども、まあ、その辺で、得られたこう経験とか知見とか今考えていらっしゃることとか今なさっていることとか、この社会的なこう問題についても少し言及していただきながら、楽しいトークを今まで、繰り広げていただいて、去年は去年じゃないですね、2年前前回はですね、高山明さんに来ていただきまして、3人でやっていただきました。で、今年はですね、こちらにいらっしゃいます、宮脇さんに、宮脇康夫さんに、ちょっと熱く語っていただきながらまあ、トークに入っていきたいというふうに思っています。ですね、今日初めてこちらに来ていただいたので宮脇さんのプロフィールというのを紹介させていただきます。宮脇さんは、京都大学文学部で理学美術史専攻を卒業されまして、その後は、京都大学医学部にまた入られたということですね。で、大学院の博士課程を卒業されました。精神科医でいらっしゃいます。理学時代はマチエール概念について考察をされ、医学部卒業後は、臨床精神医学を学ばれました。大学院では国際精神医療システムの比較、特に医療審査会の日本と欧米比較を千葉の浅井文彦先生、私も大変お世話になった先生ですけれども、とか平田先生と共同研究をされていました。この時期に、精神医療倫理分野でパリ第一大学博士課程 DA 課程を修了というのは、これはどういったものでしょうか。博士論文のを書いていいっていう許可が出るコースを、まあ、論文を合格したと。で、博論を書いていないと、そういう状態です。はい、パリ大学。はい、医学部在学中から関西の版画家運動に、触発されつつ現代美術費を行われてきました。ソフィカル豊田市美術館展覧会、伊庭康子さんですか。そうすみませんね。はい、今村はじめさん、岡田修司さんなどについて評価されたと。フランスのラボルト病院をフィールドとして、著作を編んできまして、あの有名なアート×セラピー潮流というフィルムアート書からのロングランだった編著があります。役所にも、役所にはジル・ドゥーリヒとかジャーモイとかライオン・グッドなどの著作があって、今回はですね、今現在は仁愛大学大学院の臨床心理学の教授をなさっていると。臨床も治療もされていらっしゃるんですね。もちろん、非常に精神科にずっと続けています。はい、で、まあ、本日のテーマになっていくんですけれども、
まあ、患者中心の治療と簡単に言うことが多くの問題を含んでいるということだとか、まあ、その当事者運動について、まあ、多く関わっていらっしゃるので、その方とかそのことについてとか芸術とアートセラピー障害者アートの差について、論じていただくということになります。それでは、宮崎さんにお願いしたいんですけど、そうですね、今日お二人のご挨拶といいますか紹介といいますか忘れてました、すみません。お忙しい中パリから戻られてる川本大志さんです。どうも、はい、こんにちは。こちらもまたお忙しい中来ていただいてる東京芸大の笠井さんです。僕は忙しくないです。なかなかちょっと本当に何て言うんでしょうかね、アナウンスが随分遅かったんですけども、本当皆さんお忙しい方の方ばかりなので、その意見をこう合わせていくのがちょっと時間がかかりました。じゃあ宮崎さんよろしくお願いします。はい、はい、ここでいいですか。はい、はい、どうも今日は、実は去年の今頃ですかね、ここには西条さんと共通の友人のそれこそお医者さんと一緒にここに来て、まあ、あんまりこんなゆっくり喋ってる人はないかもしれません。非常にここに初めて僕興味来たってね、美的な空間で、もしかしたら西条さんって脅迫的な人じゃないかとすごく思ったんですよ。で、共通の友人からいいでしょいいでしょって言われて、まあ、確かにいいんだけど、果たしてまあ、ここは町屋だったりするわけですよね。居心地はいいのかなと思って、まあ、ちょっと待っててくださいってことで座らせてもらったんですよね。で、私が一番嬉しかったのはね、並べられる雑誌がちょっと歪んで置かれてたんですよ。で、僕はちょっとした歪みがね、これはまあ、本物というかいいというかそれがもしビシッと平行に並んでたらちょっとどうかなと思ったんですけど、その歪んでるっていうのはすごい良かったなと思って、その後西条さんの全体の構造とか実は全体的に歪めてるんですって話だったりと聞いてて、あ、なるほどなという気がしたという訪問を去年したんですけどね。で、まあ、今年お二人と、ここでっていうんでね、すごく楽しみに来ました。川本さんとはカフェトーク第14回、京都一律芸術大学でしたね。当時僕は現代美術論をあそこで非常勤で教えてた時ですね。それこそ、モナリズムからですね、ミニマルまで本当こう教えてた時ですね。あるいは日本のその現代美術の状況とか教えてた時 でその時に川本さんの方から声かけていただいてたと思うし、あとはまあ東京系ネグルシンプジウムですかね、ネグルは来なかったのにネグルシンプジウム、まあ、今日そうなんですよ、うん、はいはい、もうなぜか僕は司会で、そうそう、関西の司会で終わってた、寒かったですね、非常に寒かったですね、非常に寒かったですね、結構してて、花村さんの変なこと言い出したね、そうそう、面白かったですね。で、まあ今日3回目ということで、まあ当時と比べてどうなんでしょうね、その京都芸大で授業をしながら、その川本さんとしゃべった時っていうのは、まだこう、川本さんがこう、なんていうんでしょうかね、異色っていうか、だってその、フォーマリズムの話を教えてですね、で、ミニマルとか教えて、日本の現代美術を教えて、まあ、もちろんその、60年代の動きっていうのは、日本にもこうあって、反芸術とかね、そのようなものがあって、無関係でもちろんないと思うんですけど、なかなかこう学生にとっては私が教えてるようなこう現代美術史の中でどう川本さんが収まるのかなっていうのが、ハラハラしながら見てる感じがあったんですよね。で、眠りの時はまあ、あるいは医療と芸術の話をしたから、もろその芸術療法とか音楽療法やってる坂上先生ね、坂上さんが実際に患者さんと鳴らしてる音源とかが聞けてすごく楽しかったっていうか刺激になったんですけど、まあ、議論がさまざま噛み合わなかったことは覚えてますけど、ね、だから
1回目のメイクバッグってビーチの話に特化して話してて、患者さんがこう異物としてゴロッと入ってて、2回目はその医療と芸術の話を していって、まあ、患者さん司会だったから、まあまあその中で医療と芸術の話がこう行われてるって感じがしててですね、今日は今回の流れで言うと、まあ、地域とアートっていうのはちょっといろんな本が出てるんで、まあ、そうするとこう川本さんがここにいるのは当然なるかのような気もするんですよね。で、まあだからまあそのなんていうのかな、今回は、僕はややそのような本流というか地域とアートという、話に入る前に、まあ、精神医学の方で、まあもし何か精神医学のほか何かそういうことで、関連があるような話をするとどういうことがあるかなということをちょっと前振りで話すということから始めてみたいと思うんですけど、でもあの時京都で話した時は非常に批評的というか批判的な部分がね、はい、皆さんのこう言ってることは結構批判的な部分がすごくあって、それはすごく僕すごく新鮮だったんですよね。あ、そうですか。かなりこう社に構えてこう美術、現代美術を含めていろんな美術そのものを見てきた感じがして、そうですね、これの視点はすごく他の例えば美術大の美術評価とは全然違うなんかこう、スタンスだったなって感じがしてて、すごく面白かったんですよ。そうです、そうです。まあやっぱり僕は一旦美術をやめ、美学をやめてるっていうところもあって、まあ、理由はいろいろあるんですけど、当時の担当教員からその君は作品より作家に興味があるでしょって言われたっていうのが大きいんですけどね、どうも作品より作家の方に興味があるようだから、どうなのかと、作品をもっと綿密に見ていかないとこの業界では無理なんじゃないのかみたいなことがあったりとして、まあ、実際ズバッと言い当てられているところがあって、まあ、私の批評の書き方っていうのも割と作家と付き合って書いていく方なんですよね。でもちろん作品は見ないわけないし、しっかり見てるつもりなんですけども、作家とも別に話してもいいっていう発想だし、作家どう作ってるのか見てもいいっていうのはアトリエ訪問して書いちゃうという、まあ、そういうタイプの批評をやっていたので、まあそのしっかりした批評家から比べると、まあなんかカンニングしてるみたいなね、まあ、でも前一緒にあれはなんだろう、メイクなんかで要するにどうだっけ、フィルムアートのあれで、はいはい、僕はヨーロッパ頼りとかっていうのをやって、はい、皆さんも連載でしたね、連載やってますね、はいはい、僕は割とこう一人パリに住んでどうなることだっていう話だけだったんだけど、皆さんかなり本当にこういろんな作家のあれを訪ねていったり展覧会のあれをしたりって、はいはい、かなり硬派な感じで書いてたから、ちょっと僕はあんまりなんか個人的なこと書きすぎたかなっていうのはちょっとしたんですけど、随分なんか対比になってね、はい、まあ、逆に僕はすごく面白かったんですけどね。あ、いや、はい、私もそれは毎月楽しみにしてました。フィルムアートのまだホームページ残ってると思うんですけど、そう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 、まあだから僕アトリエ訪問するの結構好きなんですよ、うん、今日の話もそうなるといいなと思ってるんですけども、その、どんなとこにどんなとこに住んでどんなふうに作ってるのかとか、あるいはまあそういうのが嫌だという人はせめてその人が興味を持っている場所に一緒に行くとかっていうことをやりながら、まあ、そこで分かり合うというよりは、なんて言うんでしょうかね、作り手をやっぱりもっと知るっていうか、作品ができるこう背景みたいなものをどっかでこう見たい、うん、いやそうですね、それは興味がある。やっぱさっきのあれだけど、ボラでもよく人の家行ってやっぱどんな本読んでるかっていうのを本みたいな色々するじゃないですか。そうです、ああいうなんかセンスっていうか、ね、そうなんです。だからここいいでしょ、西条さんが読んでる本を置いてあるじゃないですか、うん、それをこのクライアントがここで見ながらね、うん、読みながら診察待つってのはなかなかいいです、うん、素晴らしいかなという気がするんです。アトリエをこう訪問してどういうふうな本になってるかって、ね、そうそうそう、僕もすごく学生の時よく好きで、ね、でそれで本がちょっと歪んでたので、なおよかった。しつこいですけどね。いや、西条さんがこう、まっすぐ直してたらどうしようかなと思ったんですけど、そうじゃなくてよかったなと思って。こんなもしてるんですか。あ、そうだった。休み時間。そうそう。いや、でも、好きあるところが重要ですよ。好きあるところ。いや、それでね、まあ、今日僕に振られてるお題っていうのは、その患者中心の精神医療って、まあ、最近よく言われているので、ちょっとまあそういうことについて、まあまあ私の最近考えていることを少しだけ話してみようかなと思うんですけど、
なんですか、日本は、まあ、ご存知の方多いかもしれませんけど、他の国ってどんどん病院が減ってるんですけど、病院の数がどんどん増えていって、まあ、少し減りましたけど、なかなか病院の外に出れない、精神科の、ね、状況があって、まあ、その中でも、なんとか頑張ってその患者さんのお家の近くで、あるいはお家で、しっかり生活してもらえながらということで、まあ、こういうクリニックも開かれたりしてるんだと思うんですね。病院の方でもまあそういう動きをどんどんしていってほしい。なおかつ患者さんの側がね、その、むしろこう専門家から、専門家が何かするんじゃなくて、その、まあ、当事者という言い方もしますし、そういう方々が、なんていうかな、その生活をしていく中で医療も使うという発想ですね。医療も使うし、働きたいから働くのを支援してくれる人のとも一緒にコラボレーションするというか、まあ、医者がその全体を統括してるんじゃなくて、医者はその医療も使いますよという、まあ、そういうユーザー発想というか、まあ、そういうことが出てきていて、まあ、それはそれで別に本当に、いいことだと思うんですよね。でただどうしてもこう世の中資本主義ですから、私も西条さんも同じような経験あると思いますけど、一時患者さんと患者様って呼べって言われたことがあるんですよね我々。で、今はね、何々さんとか患者さんと言っても患者様って言わなきゃいけない時期がもう今はなくなったんですけどね、あったんですよ。で、お客様は神様ですみたいな感じにね、どうしてもこうなってしまうので、どうなのかなと思ったら、それはそういう風習は止まっていったんですけど、まあ、注意しないといけないのは、その、まあ、当事者といった時にその一つの名詞でね、考えてしまうと、当時ってことに当たってるわけですから、僕たちもみんなそれぞれことに当たってるわけですよね。作品を作るってことのことに当たるだし、大学で教えるってことのことに当たることだろうし、まあ、患者を見るってことのことに当たることだろうし、ということで、そういうことを考え始めると、なんか何言われてるのかよくわからないんですけど、まあ、もう一つね、覚えておいた方がいいかなと思う言葉、エンパワーメントという言葉があって、これは、まあブラジルでしたっけね、それこそ後で触れられるような本にも出てきますけれども、まあ、その文字が読めない人に文字を読めるようにしていって、生活力をつけていってもらって、まあ、そういう社会全体でなんか困ってる人に力をつける。日本はどうしてもね、エンパワーというと困ってる人にすごい力を与えるみたいな、そういうイメージがすごい強いんですけどもね、エンパワーメントっていうのは、その困ってる人がいるってことは、その社会システム全体が変なんで、社会システム全体を変えていきましょうと、その人がこう、そういう人たちが、そういう集団がその、生きやすいようにこう社会システムを少し変えていきましょうという、まあ、そういう発想なわけですよ。まあ、だけどそういうことを知らないと、ともするとそのエンパワーするとかね、いうとその、そう困ってる人に、ものすごくそのなんていうんですかね、力をこう、与えたりとか、あるいはその困ってる人が逆に、その最低辺から最長長長に上がっていくというようなね、そういうイメージがちょっと誤解として伴ってしまったりするので、ちょっとその辺がね、ともすると変なことが起こりやすいなという感じが、まあ、してるんですよね。で、まあ、そういう、一番困ってる人が一番偉いんだっていう発想じゃなくて、それ誰が一番困ってるか探しになっちゃいますから、そうするとね、そういうことじゃなくて、その、まあ、それぞれみんな困ってるわけですよ。その欲望のあるところには必ずその苦しみがあるっていうのは、これも精神分析的に言うと、もう絶対なわけですから、そんなにうまくいくわけないんです。うまくいってたらそれこそファシストになっちゃうから、それぞれなんか我慢しないといけないことってあって、で、まあ、その上でちょっとずつこう何かそういうものがほどけないかなっていうのは、まあ、どういうなんていうんでしょうかね、しんどさがあっても似たような次元というのが出てくると思うんですよ、ね。まあ、そういうところでこう、お互いこう連携していくっていうイメージの方がいいんじゃないかなっていう気がしてるんです。一番困ってる人が一番助けられるっていう気持ちはすごくよくわかります。例えばいろんな事件が起きたりとかですね、
あるいはテロとかっていうことがあったりしますとね、まあもちろんそうなんだけど、まあ、しかしあのなんていうかな、その精神科に携わっていると、まあ、もうちょっとこうなんていうんですかね、システム全体をこういいように動かしていくっていうのがいいんじゃないかなっていう気がしてるっていうことが1点ですね。それからもう一つ、その当事者の人が、その当事者の人って、まあ、患者さんですね、具体的に言うと患者さんが中心になるっていうことが、まあ、さまざまな社会的なシステムを変えていくときにまず発想として重要だということがまず先の話でした。第2点として、まあ、そのこと自身があの病気の治療になるかどうかっていうのが今議論されてますよね。つまり、なんていうんですかね、病気の治療も自分でやると、で治療も患者さんが自分でやって、でそれを、医者にしろ周りにいる人にしろそれを手助けしていくっていう、まあ、薬がまずあるんじゃなくて患者さんが自分で自分の症状を何とかコントロールするっていうところがまず治療の一番の局面なんであるっていう、まあ、そういう発想の、当事者研究っていう発想も、盛んで、まあ、北海道とか中心にすごく議論されてたりするわけですね。で、まあ、その、まあ、それもあのやり方としては一つの手だろうとは思うんですね。ですが、その、まあ、それもその、なんて言うんでしょうね、ある種こう、治療というのはいろんな治療があっていいわけですから、それこそその自分の症状をマネジメントするっていう治療もあっていいでしょうし、それこそ今日もしかしたらそのアートセラピストの方々いらっしゃってるかもしれませんけど、まあ、症状よりは、例えば、何か作品をこう作るっていうことが自分にとってこう、一番に来るっていうか、あるいはセラピストと一緒に何かするというようなことがね、そのアート活動でも何でもいいですけども、ということは一番に来るっていう場合もありますし、その、まあ、様々なものがこう一番に来るっていうことの中に症状のマネジメントっていう、マネジメントっていうのが来るならばね、すごく僕はその多くの選択肢の中の一つとして、いいかなという感じがするんですけど、まあ、ともするとこう、あらゆるそのなんていうかやり方の中で一番いいというような、ものがことが少し言われたりするような気がしてしまうので、どうかなという感じがちょっと心配をしている。でね、一つ私思うんですけどね、人はね、これは新しいって、これは新しいものですっていう時はね、決してそれは新しいっていうことを言いたいのではなくて、いまだ十分にそれが普及していないと。これ何やねん新しいっていう人が言いたいことって、真意はほとんど僕はそこにあると思いますね。本来ならやるべきことがまだ未だ十分に普及していないと、そのことをインパクトを持って言うために新しいという言い方をしているところがあると思うんですね。だからまあ新しいか新しくないかなんていうのはそれは本当に分からないところがあって、実はまあ似たようなことって行われていたりとかですね、いろいろするんですけど、まあ、新しいって言われた時に新しいならまた論文のネタになる、あるいは家計のネタになるうんぬんっていうようなことでこう回っていくのがこの世の中なので、ちょっと臨床家とすると新しいっていう言い方はどうかなっていう感じを強くしているという気がするんですね。で例えばね、そのもしかしたら地域ハート、アートの話をすると地域ハートが新しいって言われた時に、まあかわさが地域ハートとか分かりませんよ。しかしまあそういうことすごく持続力を持って考えてこられた方ですからね、いや新しいっていうことではなくてっていうことをその言ってもらえるんじゃないかなっていう気がして今日やってきたというところがあります。あと、まあ、もう一つ補助者に行くと、患者さん中心の医療っていうのは当然その病院だとどうしてもヒエラルキーになっちゃう、ヒエラルキックな組織で治療しちゃいますから、患者さん中心となるということはすなわち、地域でということに なってくるんですよね。もちろん病院の中でも患者さん中心というふうなことはできないことはないけれども、なかなかそれは病院の性質から言うと難しいんですね。というのは、例えばね、フランス人の精神科医を
日本の精神病院に、君どんなことやってるんだって呼びますでしょ。そうすると、すぐ言うのは、マサイドさんもご存知だと思いますけど、病院ってやっぱ日本の病院って、夕食取るときとか、座るとこ決められてるんですよね。で、それはもう指定席、高校までの学生が決められたところに座らされるように座らされて、でそこでご飯食べてるわけです。で、その後薬もちゃんとそこに配られて、飲んでるかどうかで、まあ、その食事の内容、糖尿病食とか、心臓病食とかあるのかな。で、まあ、管理をしてるわけですね。で、まあ、やっていた精神科医たちはフランス人でしたけども、これは異様だというわけです。それはなぜかというと、飯食う時ぐらいね、隣のやつと喧嘩してる時もあるし、気に入ってるやつと飯食わしてやるよと。で、飯は飯を食うっていう、そのご飯はご飯を食べるっていう、そういうこう、時間の使い方があって、で、また薬を飲む時には薬を飲む時に看護師がまた関わればいいんであって、なんでこんないっぺんに同じことを、その飯食うっていう、ご飯を食べるってことと薬を飲ませるってことを合理的にいっぺんにやってしまうとするのかということを、まあ、言っていたわけですね。だから日本ってその辺こう切り分けないでこうバブバッと一緒にやって能率上げといて、であと看護師さんたち何やってるかというと徹底的に記録を取っ て、まあ、かなり脅迫的な、先ほどのここのクリニックが脅迫的じゃないっていうことが分かって嬉しかったっていうのはそこなんですけど、非常に脅迫的に記録取って、あれ何やってるわけとかって、まあ、聞くわけですね。フランスの精神科が記録取ってるんだと、そんなの重要なとこだけ書けばいいし、医者がもっと見ればいいわけでしょみたいなことも言っていたりとかして、だからまあそのなんていうのかな、そのまあ、まあ、病院の中で患者さん中心というときに、まあ、具体的にどうやればいいかっていうのはなかなか思いつかないんですけど、日本で、ね、だけどそれはその患者さんが、まあ、誰かとご飯食べたいっていう、ことを、まあ、重要なものとするとかね、いうようなことです。で、これが、まあ、例えば地域に行けば、誰とご飯食べるかっていうところまでは関与できないですから、もうすでにね、ということが明らかなように、まあ、病院の中ではちょっとなかなか難しいことですけども、やろうと思えばやれるわけですが、まあ、地域に行けば患者さんが、まあ、生活の中で、まあ、ある程度好きなようにというか、やった上で、まあ、医療を受けるという形に持っていけるということで、まあ、なんとか脱施設化と呼ばれているんですが、そういう方向に、まあ持っていこうとしているんですけども、地域の方も疲弊してきてますから、少子高齢化でね、なかなかその辺が、引き受けられない状況でもあるというような感じの現状があるということなんですね。で、まあ、その辺をもしかしたら地域の方をうまく、救っていかないと、病院の中にいる方が三色当たってる可能性もあるぞっていうような状況もあるので、病院の中はひどくダメで地域の方がすごくいいって言えるかどうかっていうこともちょっと考えないといけない状況に日本は今あるのかなっていう。もちろん病院の中はひどくて地域がいいっていうことも言えるかもしれませんけど、逆も言えるかもしれないなっていうような状況もあるのかなっていう気もするので、まあ、その辺こう総合的に、考えていければなという気がするんです。で、あともやはり地域で生活するときに何かアート活動するとか、まあ、病院ももちろんそうですけど、作業療法っていうのは あったりとかですね、まあ、月力であったりとか、そのすごく心理学的にやるっていう手もありますけど、まあ、そこで生き残っていくための活動っていう可能性もあったりしてですね、病院の中でも地域でもね、でそういう意味で我々精神医療に携わっている者にとっては、そのアートっていうのはその作品のそのなんていうんですか、よし悪しっていうことの、まあそのアート業界で生き残っていくために必要かもしれませんが、それこそ今日の問題になってくると思うんですけども、まあ、表現行為をするということ、あるいはそこに三角するということで、そのなんていうかな、そのまあまあその
ポケモン GO って一緒かもしれませんが、引きこもってなくて、その外に行けるというか、誰かと一緒に何かやれるというか、べったりじゃなくてね、そのやっていける可能性があるのかなっていう気がしていると。まあまあ、あのそんなところです。ですから、まあ、ここでね、その当事者っていう言い方が、その、まあ、今日本でもどんどん本が出てると思います。地域派に関しての本がいっぱい出てますけども、当事者に関しての本もいっぱい今出てます。専門家から当事者へというような、そういう流れで、本がたくさん出てるんですけどね。でそれはまあいくつか考えるべき問題を我々に与えてくれて、まあ素晴らしいね、これは素晴らしいねっていうことで、なんていうのかな、時代が移り変わっていってるっていうふうに捉えてはちょっと甘いんじゃないかなっていう感じをしていると。まあそんなちょっとあんまり楽しくない話かもしれませんが、そんな感じが しているわけですね今。どうですか、僕別に死活じゃないけど今のお話でね、まあ多分まあ今社会と芸術とか、アートとか、その地域アートとかって言われても共通するのは、多分観客と作家が、まあその作家とその観客のこう分断線みたいなものが、うん、むしろこう曖昧になっていくっていうことに、みんななんかこうエンパワーメントをそれこそ感じてるっていう理屈ですよね、うん、コンテクストとしては、うん、その社会と芸術とかっていうことのコンテクストのまあ中心になってるのは、多分その分断線が曖昧になり、うん、なってるってことにみんなかけてるっていう。で多分その 当事者っていうのも、そのいわゆる、患者さんとそれからお医者さんのこういわゆる政治的な関係を、作っている、ある種のこう分断線みたいなものを少し曖昧にすることで、少しこう開かれたものになってるんじゃないっていうコンテクストっていう意味では共通しているような気がするんですね。でその時にちょっと僕今の話で興味深かったのは、そこでこう地域っていうところにどうしてもこう目が向くっていうか、必然的にこう社会はそっちの方に、はい、向いていくっていうところはちょっと面白かったかなという気がするんですね、うんうん、その辺に関しては、例えば、精神医療も当然コミュニティケアっていうのはもう昔から言われていて、で、まあ、イタリアがもうそれをバーンと開いちゃって、で他のところもひょっとしたらそれに追随するっていう形で、うん、今世界中がそういう風になっている。でその曖昧にした時のこうなんか問題っていうことは、なんか宮田さんに考えてますか？そうですね、だからまあ、まあ、はっきり言っちゃうと、外に開くっていうことはすごくいいことのように思えるんですけどね、一瞬、まあ閉じられてたものが外に開かれて自由になるってイメージを我々はこう持つんですけども、私はね、ずっと思ってるのは、やっぱりね、そのある程度閉じたところが外にも地域とかにもね、ないとね、まあ、それは再度施設化するっていう、脱施設化しても再度施設化するっていう、まあ、そういう意味ではなくてね、まあ、例えば今日みたいな集まりでもいいんですけども、その何て言うかな、その開かれてしまって、それで あとは52っていうことで、まあ、非常にこう孤立した状態に置かれてしまいますと、人ってやっぱりこうなかなか落ち着いた判断できなくなってくると思うんですが、非常に広大妄想、被害妄想的に一人だけだとなってしまいますから、だって記憶の問題だって、自分一人では間違ってしまうかもしれないけど、例えば何人かと一緒に共有してると、それでこう性格度が増していくっていうことだったりしますよね。というように、まあ、何人かの人でいいですから、と一緒にこう過ごす、まあ、それは家庭、もしかしたら家庭かもしれませんし、まあ、あるいは共同組合かもしれないし、イタリアはそれをやろうとしてたしているわけですけれども、そのような、まあまあ、ある種の閉じた場所ですね。開かれて地域にどんどん行く。でだけど、そのじゃあ地域には、その例えば、まあ、何でもいいですよ、本当に、まあダンスをするために集まるとかね、何でもいいんですが、
閉じたところが、ずっと閉じてたらそれ施設になっちゃいますから、はい、一瞬集まってその完璧に閉じるってことじゃないですね。もちろんあの出入り自由だったりすると思います。ある程度の密度を持って閉じてる部分とか場所がないと僕はやっぱ生きにくいんじゃないかなっていうか、いう気がするんです。だから地域に出ました、じゃあ、まあ集まる場所がありますかっていう、でそこはどんなクオリティですかっていうことを問わないといけなくてですね、イタリアもその、やはり我々非常にこうその辺間違ってしまいやすいんですけども、近代的な効果っていうのはその日本も北海道から沖縄までやっぱりかなり事情が異なっているように、イタリアもあのミラノとローマとトリエステとなどなどやっぱりちょっと事情が違うんですよね。で、まあ、私がたまたま見たのはトリエステというところでしたけども、その、まあ、病院は確かになくなってましたけれども、精神保健センターというところには、まあ、少し休めるベッドを確保してあったりしたんですよ。でそれって、まあ、やっぱり病院がなくなってないじゃないかっていうような人はいるかもしれませんけど、逆に言うと、まあ、ちょっとしんどかったらそこで休んでいける場は確保できているということなんですね。結果的にはそっちの方が緊急病院を使わなくていいっていうような感じになってて、まあいわば そこにこう集まれる、ちょっと閉じた、まあ、完璧に閉じた施設になっちゃうから、集まれる場所に なっているっていう雰囲気の都市だと、まあまあその脱施設化してもうまくいってるなという感じがするんですよ。で、まあ、そういう意味で言うとその地域アートにしても そんなこう、まあそれは町おこし村おこしうんぬんってことになっちゃうとまた大変なことになっちゃうんだけど、まあコミュニティの再生というのは言われ方すると非常に大げさな感じがするんですけど、まあ人が集まって何かこう、ある種癒されて、変な言い方ですが癒されてっていうかエネルギーをもらって、変えていくっていうね、そういう場所がないとね、しんどいなという気がするんですね。それは精神疾患を患ってる人だってそうじゃない人だって、サラリーマンとしてしっかりやってる人も ある意味変といえば変ですかね。それって最近発達障害とか問題になってますけど、その、じゃあ正常っていうか正常に発達した人がそれも過度だったりやっぱり、どうなんだろう、それを正常と呼んでいいのだろうかっていう議論もあったりするわけだから、まあ、それを考えると、まあ、ちょっとこう近代的こうみたいなものですね、少しこう外せる場所みたいなものが、まあ、これは決してその復興的な話をしようと言ってるわけじゃないんですが、そういう場所があった方がむしろないとね、医療に関してはちょっとなかなか、はい開きました、施設開きました、やってくださいっつっても、潰れちゃうかな、人は潰れちゃうかなっていう感じはするんですよね。なんかこう病院と、まあ、美術館っていうのをこうやって建てられると、なんかこう、まあ、例えば地域でやってるのが割と病院から離れて美術館から離れてこうやってるっていうのにして、まあ、美術館っていうのはある程度制度的なものね、見る対象っていう 見方もこうやって強制するところもあるし、そういう展示っていうのもあると思うしね。だまあ、開く閉じるといえば、まあ、美術館とか病院を閉じるとしたら、まあ、地域でやってることが開くっていうことなんだけど、たまたまちょっとお医者さんの本を読んだところ、安倍候補の墓男の話が出てくるね。で墓男が要するになぜ、まあ、墓の中に自分がいるかっていうと、要するに、充足した独房、充足した独房と欠乏した自由って言い方するのね。ですね、欠乏した自由ってのは要するに例えば、まあ、美術館の中でこう要するになんか決まりきった一つのこう見方であったりさ、表現の仕方を、まあ、するためにそういう箱があるんだけど、箱があったために割と自由にできる。あ、逆かな、充足した独房ってのはそういうことなんだだよね。で、欠乏した自由ってのは結局さ、そこから飛び出して何でもとにかく自由だって言うんだけど、何か足りない、そのある種の
性的なものが足りないっていうね、そのなんかこうあえてで僕もそう思ったのはこれあえてこう箱をかぶることによってアノニマスになっていくっていうね、その人自体が何もこう、こう無署名制になっていくっていう、そういうこうなんだろう欠乏した自由さっていうのを、まあ、どうやってこう生きていくかっていうことだと思うんですけど、まあ、だからそういった意味で言えばその箱男の面白さってそういうことなのかなと思ったんですよね。要するに自由であると、ただやっぱりこうある意味でのこう制限さがあって、でも全てがこうなんか説明を全部整ってさあ表現してくださいっていう場もあって、うん、それに対する道具も全部あってそうやってやっていってもね、ある種の孤独さっていうか独房であるってね、そういう感じがやっぱあって、その地域さっき皆さん言ったようにその地域でやるってことであって美術館でやるっていうことの中でどういうところで それをね表現っていうものを、まあ、選択するのかなっていう感じで、唯一あるのは多分ね、そのある種のこのアノニマス性っていうのはね、なんかこうそういった制度的なものも何も含めてね、その表現の中にある、なんだろうな、こう要するにこう閉じられてるんだけど、それをこうスリッとこう抜けながら、なんかさ、その制度を、まあ割と言い方は非常にこう月並みなんだけど、制度を利用してその中で、まあ独房に落ちないで自由な人の表現の方法、だからまあ簡単に話せば美術館でも地域でもどっちでもやるよみたいな感じ、そういうことで表現していくっていうまあことなのかもしれないけど、ただやっぱり今地域でやっぱりこうまあ地域って言って何が地域だっていうのもあるんだ、あんだけど、その要するに美術館ギャラリーとかっていうそういうスペース、ある種のこう制度的なあるいはそういった権威的なところから抜けて全く空のところでやっていくっていうことにしてもね、逆に言えば意味で言えばあれ例えばつまりとかなんかっていうのは結局あれ地域に美術館建ててその美術館からっていうので結局同じようなことをやってるのは確かになんですよ。ただそれがなんかこう、まあ、ディスプレイスメントって僕ら言うんだけど、場所を変えたことによってねそのちょっとしたズレがこうあるっていうか、田舎にあるこうなんかこういきなりこう現代美術館がボーンとあるっていうことがいいわけで、都市にある現代美術館じゃないっていう、そこの一点でおいてね、そのある種のこうなんだろうな、その独房ではないようなこう一つのこう設定をね、逆に今地域の中に作ってるんじゃないかなって思って、でそれを利用するときにね、意外と都市には美術館の使い方をしてるんじゃないかなっていう感じで僕の中ですごくしてて、それがすごく今ある種のこうルーティン化されたところにあって制度化された中で、わざわざ地域に美術館作った割には使ってる方はなんか都市にある美術館のようにね使ってるし、ひょっとしたら使われてるようなそういう制度の中でねような表現っていうのが多いんじゃないかな。それが多いっていうことは要するに結局開かれてないっていうことだよ、でも閉じてもいないっていうね、だからある種のこう自覚がないっていうか、そういう場に対するあるいはそういうこう何て言うのかな、まあ、地域っていうものの言い方をするとまあいろんなあれが出てくるんだと思うんだけど、どうですか加藤さん、こういうのは。僕ね地域のそのいわゆる芸術祭だとかもそこはまあともかくとして現代美術はね基本的にやっぱり都市生活者の表現だと思うわけ、アートはお金持ちの、そうでそこからやっぱり始まってるしね、近代美術ってやっぱりなんで印象派が今でもあんなにね世界的な信頼を得てるかって、やっぱ近代の都市に対して新しい観察の目を持ったからだよね多分ね、だから今でもなんかなんとなくだけど世界的に印象派っていうのはやっぱりこうね歴史を作ったねみたいな言われ方をやっぱりしてて、でやっぱその歴史家っていうのがさ、やっぱりああいうその近代的なモデルを元にしている以上やっぱりその都市生活者のモデルで来てるわけですよ。で多分それが曲がり角に来てる時に多分そのいわゆる特にミレニアムの時にヨーロッパの各都市で
そのいわゆる地方都市の役割とか、うん、それからそこと、それから、地域の経済とか産業とか文化とかっていうのにどういうふうに混ざるかって、言ってみれば都市社会学とか文化人類学みたいな、こういわゆるある種の異種混交が起こって、うん、でそこで、まあ、ひょっとしたら生まれてきたものもあるかもしれないっていう、やっぱりある種の希望で、うん、と今こう続いてきてるものだと思うんですよ。でそこもやっぱりもう一つのこう、まあ、例えばそのクレアビショップとか、それからクレアビショップが批判したそれこそニコラ・ブリオのカルテセのピカロとかっていうのも、やっぱりそこの、例えば観客と、作家とか、それから都市と地域とかっていうある種の分類、二項対立みたいなものをちょっと曖昧にしてみる実験をしたところをどうなのかっていうね。で、まあ宮城さんおっしゃるように、まあ岡本さんのその箱男の話であるように、自由っていうのは基本的にやっぱり、拘束された中でしか、実際には実感できないわけだから、例えば、実際その、法律上も、実は積極的な自由と消極的な自由というのにはっきり分類されてるわけですよね。で消極的な自由というのがむしろその何ももう政府も何もいらない権力というのがものすごく個人で自由というのを政治学では消極的な自由で、積極的な自由というのはむしろ権力の中にいて自分がその自由を享受するという考え方、それは福祉国家の考え方でももちろんあるけど、その中に多分アートっていうものが位置づけられる。だからそのいわゆる、まあ、ひょっとしたら、もっと大きく言うと公共とか公共の福祉っていう中にその地域っていうものも含まれていて、そこで、アートっていうものがどういうふうに今度はアートがパーティシペーションするで、要するに参加っていうのは一つのキーワードになってるんだけど、ここで言うところの参加っていうのはほとんどが観客が作家の作品に参加するっていうことになってるんだけど、むしろ僕は、その参加っていうのは、アートがそういう社会的な、例えば民主主義に対してとか、地域経済に対してとか地域社会に対してどういうふうなパーティシペーションのあり方があるかっていう議論をしないと話はおかしくなってくるね。だから多分観客と、まあ、いろいろその やってまだ混乱が続いてると思うんだけど、まあ、結局誰が観客なのかっていうね。そうそうそう。で作り手っていうのはじゃあ作り手としているのか、それとも作り手の観客としているのかっていう。でそのまあある種のこうなんか、まあ、昔言ったときも作ってるうちにだんだんとなんかこう同じレベルでこう出てくるこう一つの場みたいなものを共有するっていうかさ、そこの中で観客ってさ、じゃあ、まあ、全員が観客なのか全員が作り手なのか、全員が作り手になったときにその全員が観客になれるっていう、それとまた別に外から見るまた観客がいるっていうことなんだよね。ただね、その時にアートの強みでもあり弱みなのは、川俣忠っていう署名の強さっていうのが前提になってるってことだよね、まあそこら辺はちょっとねお医者さんがねアートレスと言いながらアーティスト、アートレスのアーティストじゃないかっていう感じがして、まあ署名、要するにもっとアノニマスなアーティストの人がいるんじゃないかって言い方はまあするんだけど、でもね僕はそれはね弱みでもあるよ、あるけれどもそういう批判がね来るのと同じで、例えば搾取してんじゃないかとかね、うんうんうん、かなり言われるでしょ。そうそうそう言われるでしょ、地域を搾取してんじゃないのかもさ、話してるから利用してるって言われるわけ。いやいや、そうそうそうそれは避けられないわけです、ね、それはある種の、弱みでもね強みでもあって、でもね、その署名性があるからこそひょっとしたらその地域っていうものにアートが来たっていうことがみんなわかる、つまりね気づきになるわけですよ、うん、で突然ね鴨さんの作品がバーンってなりした時にいや変なもの立ってんねんでこう終わっちゃうかもしれないけれども、そこにひょっとしたら署名があったりすると、みんな記号消費から入れるわけですよね。でそれはね僕よくそれ否定されるけど、そんなに否定されるべき話じゃないと思う、近代的なシステムでは。だから記号消費から入ってひょっとしたら何かの気づきがあってね、そこにある種のパーティシペーションみたいなものを感じるんだったら、それはそれでアートのひょっとしたら強みかもしれない。
いや、そう思いますよ。というのもね、精神医療の方で言うと、まあ、例えば、医者だけが見るんじゃなくて、患者を他の患者が治すとかね、対応するとか、まあ、そういうのは望ましいっていうことになってくるわけですよね。その医療職っていうのはどんどんこう実際本当に入院した患者さんのところに退院して町で生活している人が訪問に行ってこうしたらいいよっていうようなことを指導っていうかそう話を聞きに行くような活動っていうのは例えば東京だと板橋が盛んなんですよね。でこれはすごく JHC 板橋と頑張ってやってることなんですけど、まあそういうのを見てるとその、ある考え方で言うとね、その患者さんを搾取してるって言われたって話がありますけども、まあ、そういう医療をやろうと思うと、まあ、例えば そこの病院の院長であるとかですね、あるいはそういうチームを、構成しようとしている精神科医の私とかがですね、例えば他の患者さんの労働を搾取したとかですね、いやいや、それはそういう批判もあるんです。さまざまなスタッフ、例えば福祉職の人をかなり酷使したとかですね、これは私自身 の実感としてもですね、なきにしもあらずで、実際見事に患者さんがその退院していったとかですね、症状がうまく収まっていったとか折り合いつけてもらったっていう時はみんなあれ良かったなっていうことで、そのパーティスペートしたことに対して、そのお金で対価があるという以上の何か、まあ、満足感を得られるというところがあるんですけれどもね。ところがこれは、まあ、あんまりうまくいかないで長期入院とかですね、あるいは地域でやってもらってるけど何かトラブったとかっていうことになりますとね、頑張ったけども何か、騙されたんじゃないかとか搾取されたんじゃないかとかで、こちらにしてもいろんな人から力借りたけど結局生かせなかったなって自責的になったりとかね、いうような感じになっちゃったりするんですよね。で医者ってやっぱりそういう、結果は今加藤さんおっしゃったように、なんか 署名でこれが作品ですけど、患者さんの最後 の退院していく姿が作品ですけど、それは、まあ、例えばさ、それは映画とかからそれでもいいかもしれませんね。精神病院を題材にした映画って最後、まあ、例えば壁からね、壁から出ていくとかね、壁から出ていくとかっていろんな映画使ってるじゃないですか。あるいはまあなんか、フランスのラブロード病院ならまあなんていうかそのまた日常生活に戻っていると、まあ何でもいいんだけど、その平穏な時間に戻るとか、あるいはまあその外に出ていくとかね、いうような映画ならそれはいいんだけど、日常臨床ってやっぱりそれはそんな風な、素晴らしい場面がやってこない場合もありますので、そうすると、署名入りにはなかなかならないんですよ。またズブズブっとこう、一からやり直しみたいなことになってくるんですよね。鴨さん、その一からやり直しにはならないんですか？まあ、それはもう期限が来たら作品みたいな感じ。結局、まあ、ちょっと気になるから作者の話すると別に参加するのは自由だからね。別に僕が別に強要してお前来いって言ってるわけもないし、来たらお金払ってなんか作業してもらうってわけもないし、要するに向こうの意思で参加してくれてるわけだから、彼らががっかりしたら別にそこから出ていくだけの話だからね。その僕は別に搾取してることなんなくて、僕はある意味でのルールを作ってね、そのルールにまあ面白そうだなと思ったルール、まあ、さっきもその一つのこう枠ってのはそうだと思うんですよ。ルールをに興味ある人が参加して、そのルールがあんまりこう守れない人は、まあ、普通に出ていくわけだから。で、そのルールがどん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 こう、まあ最初はルールがあって、でもやっぱりね、ルール破りっていうのがいるんですよ。そのルール破りっていうやつがですね、そのルールをまた全然こう違うものにしていくっていう、そこがなんかね、僕はそのルール作った意味がはそこなんだろうなと思って、だから結局、その一緒にやっていくんだけど、その、まあ要するにこう身体的にも、日大でもそれにできないやつともいるわけですよね。でそれっつって何するかっていうと、もっと違うことをなんか始めるわけですよ。そういうところにね、また全然違うなんかこう興味が出てきたやつが何人かまたそこっちに行ったりして、でそれも一つのルールとしてあるんだとしたら、うん、ルール掟破りをねこう容認する一つのルールっていうかさ、うん、多分ひょっとしたら全部崩壊するかもしれない、うん、その原因等ですよね。もうワークショップはそれになったらなっちゃう、みんなバイバイ言い始めて全然なんか何もなくなっちゃう、うん、で
もそれはそれで一つのね結果としてあるんじゃないかな、うん、でもそれはさ川間さん の, その作家としてのひょっとしたらもう力そのものでね、うんうんうん、自分はさもうさあのきっちりとした掟を作ったつもりでさ、うん、掟破りのやつが必ず出てくるっていうのをさ作品が力のうちなんじゃない掟破りを想定してルールを作ってるってこと、うんうん、いや想定してじゃなくて本人は本気で掟のつもりなんだけど、うん、参加する人たちは掟だと思ってないでもね、そうだとしたら文句言うじゃないですか、いろいろだって文句言う人は別に参加しなければいいだけの話っていうことでしょ、うん、僕が言う、うん、別にはあなたがそんなに嫌だったら別に変わってもいいんだよっていうだけの話で、うん、だその自由さはあるわけでね、うん、別に拘束してるわけでもなんでもないわけだから、うん、いや、いいんだよ、うんいや、だから何言ってたのかいやいや、作詞が気になっただけでしょ。作詞って言われるのがちょっと気になって、うん、そうそう、まさにだからその作詞にね、作詞っていう話になるのはね、その、先ほど言ったね、そのサラリーマン的な発想で考えるとそうなってくるっていうところが、うん、どうしてもあって要するに、見返りをね、結構こう意識する、見返りをこう求めるっていうのは割とマルフの作詞されてると思う、なんか気持ちの中にあるんじゃない、うん、あのね、それはもうしょうがなくて、さっき僕、都市生活者のために、うん、都市生活者がモデルになってる、うん、ゲンダリークっていう話でしたけども、都市生活者って何かといったら、やっぱ労働なんだよね、うん、でその前提になってるのが生産で、だからその上に資本を抱えてるんで、要するにその都市っていうのは、そういうその生産と労働の関係で、ずっとこう成り立っていく、本当にやったから、本当にやったから、そう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 。でその中にアートがこうシステム的に入っていくと、どうしてもその労働っていうものと生産っていう中で考える人たちが出てくるから、それが外側から見てると、作詞に見えることがあるっていうだけの話。結構僕の方が多いんですよ。途中で辞めていく人は別にあの結果が出てこないからね、もうそうか、こんなんだとは思わなかったっていうのが割と言うことはいるんですよね。切れる人とかいる？要するにもうそういうふうにもっとこうなんだ、自分がそういうようなことでやっていくっていう、要するにね、ルールをこうちゃんとやっていくと思ってたら、意外とルールだなっていうので、すごくあのちゃんとやらなきゃいけないだろうってんで、みんながちゃんとやらないから、結構じゃあもう自分はもうこのルールの中では鴨さん言ったことと違うじゃないですかみたいな、あもうそんなの当たり前にあるけどそれでこう出ていっちゃったりする、うん、ありますね、あの感情を起こして、でもね、そこが多分面白い、うんうんうん、作るっていう、だからね、そういう、そこまでだから付き合ってくれる人であればまだね、だからある人のね、なんだ、気持ちの余裕っていうか豊かさっていうかさ、別に金銭的なもんじゃなくてね、参加するってことに対してあんまりこう見返りをさ、こう切実に見返りを求めなくていい、ほどほどなんかこう、なんとかな、こうつながりっていうかさ、なんかこう、まあ、例えば学生なんかもいて、こう何かを勉強しようなっていうのが教えたってたらね、勉強っていうのはもっとなんかこう、ずっと分かってノート持ってるわけだって、ワークショップした時に書くこと別にないだろうっていうのは特に最近日本の学生はメモをするなんでこうなるんだろうなって思うんだけど、そういうなんかこう、ある種のこうなんだろうな、見返りを非常にこう、まあ、計算高いって言えば計算高いとか、なんかそういうことの中でこう作品っていうのはあるのかなっていうことなんですよね。でそこはさ、でももう一つ成果物っていうものがさ、うん、なんかこうあんまりこう感じられないよね、そういうこと、まあ、報酬でしょ、まあ、足の報酬、参加の報酬がなかなか得にくいというのはそれがある、うんうん、まして完成しないかったりするとさ、うん、どこでこれをあれなんだって自分は受け止めていいか分かんないっていうのが、それ達成感なのね、達成感、まあ、達成感っていうか、そうね、みんなで作ってできましたっていう、なんかさ結果が欲しいんですよ、なんか、うん、みんなで作りましたっていう、まだでもできてないなとかっていう感じの中で、できてないよね、川本さんはなんかこうその辺のビールとか飲んでるみたいなそんでなんかもうまだできてないのにどういうことですかみたいな人がいたりする、そう できてなくても川本さんもこれでよしみたいなことがあるわけですよ、ありますよ、うん、まあよしっていうか、もうなんかその状況でもういいかなっていうか、もう大体みんな疲れたしみたいな、もう誰もないしみたいな、なんかもうここで
じゃあ終わりますすいません、うん、上流買ってくればいっぱい終わりますよとかって言うんだけど、いやもうそういう気分じゃないみたいな気分の話で言ってるかわかんないけど、いやいや、今思ったらね、その我々もそのなんていうのかな、その日々の治療というか、あるいはその一緒に絵を描いたり、あの何でもいいんですけど、活動する時の感じって今鴨さんおっしゃったような日々の活動とかって結構ね、そんな感じなんですよ。まあもう、今日はある一人の患者さんがすごく頑張っているから、なんでかなと、僕明日退院なんですって言って、あ、そうだった、だから頑張ったおねみたいなね。で周りの人が結構それに付き合うの疲れてたりとかね。まあでも、まあ今日は今回はここまで行きましたねみたいな感じで、まあ、そういう具体的な、なんていうかな、その、ものに向かってる時っていうのは、いいんですよ、その、なんていうのかな、その、誰かが、何かこう、使い込まれたとかね、なんとかね、っていうふうにはなかなかなりにくいんですけども、問題はその、我々、医療に携わっている人間だったりしますと、もうちょっとストーリーが大きくなるんですよね。その先ほどの、その、結局良くなったのか良くならなかったのかとか、結局退院させられたのかさせられなかったのかとか、結局その問題行動が収まったのか収まらなかったのかみたいなね、いうような、もうちょっとこう、なんていうんですかね、長めの時間を、長めの時間というか、まあ、なんていうんでしょうかね、具体的に何か作っていくとかいう局面ではなかなか出にくくて、日々、毎日今日も終わった、今日もここだったね、70点だったね、30点だったねって言って過ぎていく、そこの部分ではそういうね、誰かに使われるとか大変だったっていう感じにならないんだけど、何かしばらくして結果が出るわけですよ。でその時に、襲ってくる感覚って言いますかね、そういうものが、あるような気がするんですよ。精神、まあ、病の患者さんと、まあ、例えば僕、ボランティアやったら、依存症の患者さんってちょっと違うところがあるかもしれないけど、制作するときに、要するに、とにかく木道を作っていくって言うんだけど、木で、どんどんやる人はどんどんやっていくんですよ、自分で。で、まあ、木道だから、こうやって2メーターごとにこうやって行くっていうんじゃなくて、その彼らのところはね、どんどん自分でどんどん先に行って、先に行く人はね、2枚ぐらいの板をね、もう10メートル、20メートル先行っちゃうわけ。ただでも他の連中また違うことや、遅い人はさ、1メートルもやっとできるぐらいのものでやってるから、もう必ずこう、木道がね、均一にこうやって進んでいかないんですよ。本当に違うものがどんどん出てきて。でもね、すごく面白かったのはね、集団で作業してるんだけど、中ではね、個人でやってる発想なんですよ、完璧に。自分は木道、道路を作ってるんだと。で、こんな2枚の板でもね、どんどん行っちゃうんですよ。で、こっちはもう全然、釘も打てないぐらいの感じで、まあ、もちろん体も全然あるし。それでもね、その先に行ってるやつに対して何かっていう発想全然なくて、いつもこう、バラバラな、なんかこう、作り方がこうなってきて。でもね、それはそれでね、全部がこう、例えば、木道が完成したっていう時って全然なくて、彼はその一番最初に行った時に、その2枚だけでずっと長いやつが自分は完成したと思ってるんですよ。まだでも僕の2メートルの幅のやつができてないんだけど、彼は彼の中での達成感として自分がこうずっと行った。でこっちのことは別にね、まだこうこっちのことやってるわけです。だその集団でやるっていうことなんだけど、その中でのこう個々のね、思い方っていうのはまた全然違うんだなっていうね、っていうかさ、まあもちろんそのすごいモチベーション高い人もいれば、全く全然こう参加することも全然分からない人もいれば、もうもちろんそのこう全然状況はみんな違うと思うんだけど、ある種のこうそういう作業から来る、あるいは場から来る人との一体感っていうのはね、それはあるものなんだけど、そのどうも依然その人たちはね、あんまりないんですよ。それがなんか自分の中こう割れていいんだと思って。はい、だからそこはちょっと、移動する人は大体、アルコール、あるいはドラッグで、かなりこう、自分の人の生活リズムが壊れてるんですけどね、人の生活リズムってまでもう完璧にこう設定できないっていうのはあると思うんだけど、今の佐野さんの話もすごくよくて、そういうのを許容する、
私がやってる集団絵画にしてもその、こうやって綺麗なあの風景画を描いていこうというふうに、まあ、長年かかってなっていったのに、まあ、突如、キテレツな絵を描き始める人がいたりすると、まあ、みんなでそれをどうこうやめてくれっていう場合も、まあ、あまりの場合はありますけど、まあ、それをそう言わないでどうこう収めていくかって、やっぱり集団の力みたいなのが働いていくっていうのは、患者さんたちも力を持っていたりとかするとかね、あのスタッフももちろんそうですけど、で今の話をお聞きしてて、あのそういうのをこう、コンテインするっていうかね、包含するっていうか、抱えていく力っていうのはそこにすごくあって、あの私もその入手の場で経験してますし、カウントさんがあの作品作る場で経験されていることと近いかなと思って、そう思うんですよね。問題は我々はそのカウントさんやっぱりこう最後別にまとめなくていいって発想じゃないですか。まとめなくていいって発想、我々やっぱりこうあの治療として最終的にこうまとめろっていうか、まあ、その結果出せっていうことかもしれないですけど、要するに、まあ、まあ、というか まとめて最終的にどうなのみたいな局面があるわけです。その時にうまくまとまらなかった、つまりはそれがそのイフェクティブじゃなかったっていう時に何をやらせてきたんだっていうような、あの精神科医としてこれはいいかどうかっていう、そう、精神科医にこれだけ尽くす必要があったのかって、例えば看護師さんとかですね、心理師さんとかですね、作業員さんからある場合があるということですね。結局それまとめるってことはすごくなかなかあの大変だし、例えば本書くときもそうだと思いますし、まとめるのは僕はあんまり本当に得意じゃないんですよね。あのまとめなくていいのならこういけそうな気がするんですよね。いや僕は別に全然まとめてないわけじゃないんですよだってとりあえずやっぱいろんな人が言われますかね、こうやってやってるのにこれまとまって終わってないし、なんかまとまってないしとかって言われたら、それはまあまあなんか考えるところはあると思うんですけど、まあこの速度まとめる人はいないでしょ。おお、この速度まとめてますよ。だってまあ豆だしさ、なんやかんやってもう一番だってアーカイビストだしさ、いやいやいや、うん、だって僕があの先端やってた頃さ、最も誠実なアーティストはアーティストであると同時にアーカイビストであるっていう風に言ってましたからね。へえ、へえじゃないで、まあ僕ね、あの実はその西条先生たちと、まあ今の中川さんとも一緒に10年以上、さっき10年近くって言ってたけど、もうすでに12年ですかね、はい、もう15年ぐらい経ってるんですけど、うん、まあ、精神医療と芸術表現っていうことを出発点に、まあ、15年間やってきてるんですけど、手応えがないんですよ。うん、いいですね、それは。そう、そうなんです。でね、まあ、最初の頃は本当に手応えないことに対して、これどうしたらいいものかと、でどうやったらこうアウトプット出せるかと思ってたんですけど、実は今さっきおっしゃった意味でのアートができる、ひょっとしたらここでできることっていうのは、なんかあのそのスピードを遅らせたり、人に何か考えさせたりするためにちょっとしたこう波紋で、ね、投げ上げてちょっとこうあの遅くするとか、考えさせたり読み取らせたりするっていうことのこう、まあ言ってみれば何ていうか役割、っていうのでまだ捨てたもんじゃないかなって、はい、こういうことをやってると患者さんにとってその、まあね、その治療的な効果があるんですかとかってこう必ずどんな人も聞くんですよ。そうだけど、でいやそれはまあ僕医者じゃないしってでそれをお医者さんに聞いてくださいとかっていう話でしかないんですよね。それでそう聞かれること自体もものすごい違和感なんです。でなんでこの人たちはすぐそういうことを聞くのかと。でまあでも言ってみれば、まあ、そういう人が いたり僕の周りにいたりしたらひょっとしたら僕も同じ質問をしたかもしれないな。でもなんでこれ、まあ、細々とではあるけれども続けてきてるのか、もしくは続けてこられてるのか、うん、もっと言えばもっとこう考えられてこれてるのかっていうことで言うと、ある意味一番そのアートっていうものっていうか芸術にこう表現するっていうことに関して一番プリミティブに考えられる、うん、あの表現してそれをこう投げかけるっていうことに関しては一番プリミティブなこうプラットフォームなんじゃないかなと思って、まあいろんな他のこうプロジェクトもやりながらこれも続けてきてる理由っていうのは多分そういうことなんじゃないかなって 思ってるんですよ僕の中でね。まあ一緒にやっててで、まあ結構
例えば奇抜なこのビニールハウスに入ってもあっちにわざわざこんなことやってとかっていう、まあ、いろんなことを本当にやってたんだけど、僕は感じたのはその間々ね、こうその患者さんが、まあ、絵を描いたりいろんなことするんだけど、その表現がねすごい良かったりする時も一瞬あるわけね、はい、それがねそういうのをピックアップして僕らこう紹介するんだけど、まあ、いろんな先生とかいろんな人が来るじゃないですか、分かんないんですよ。で僕らこんな面白いことやってる、こんな面白いことあって、こんなものがこう突然出てきた、出てきたっていうことがすごく僕ら面白いと思うし、それをこう僕らがこう見つけたっていうのもね、ある意味こう成果だと僕は思ってるんだけど、周りが認めてくれてないっていう。それはだからあそこの暑い中でやってた中あって、いろんな発見があって、いろんなことがあってて、やってる側はすごく、まあ、特に全体も何かするのかも本当に面白がってやるんだけど、それが浅井病院っていう病院の中ではほとんど評価されてなかったっていうのは確かにあったと思うんですよね。そうですね。なんか看護師さんとか来てもね、あ、そうですかみたいな、なんか見てて、いや、これ面白いじゃんって言ってもさ、そっちのなんかこうズレの方が僕はなんかすごく、さっきの多分制度的なもの、あるいはその箱物っていうことからもどっかで言えると思うんだけど、ある種のこうルーティンから見たらこんなものがこう出てきたっていうことに対する、なんだろうな、評価価値がね、こう持ってないんじゃないかなと思ったんですよね。うん、ある意味僕らってどっかでその普通の日常とか違うものを作ってたじゃない、まあ、もちろん違う場所でそんな駐車場にいきなりなんかこうビニールハウス建てて、それはなんか変に思うよね、病院の人たちは、なんだこれ、別に花植えてるわけじゃないし、でそこではテーブル出して絵描いたりしたり、なんかビデオ撮ったりとかしてるっていう、そういうことやってること自体が一つの、まあだって最初とにかく随分言われたんですよね、患者さんに自画像なんて書かせちゃダメだったって言われたり、鏡に行って自分の顔を見せるっていうこと自体も問題だったって言われたりなんかして、あとビニールハウスの透明性とか、透明の中で何かやるっていう、透明の家にも入るわけです、だから透明のことやってたんだよ実はね、そういう掟破りみたいなのが、でそこでたまたまいろんなことが出てきたものに対してやっぱりどっかでその制度の中でのね、病院という制度の中とか実践の中でそれを受け入れる土壌があんまりなかったんだよ。そうでもないわけじゃなくて、ある意味仕方ないところがあって、彼らの生きてるディスプリンからすると、僕らがやってることはテロですよ、ほとんど。まあ、突然言って、突然言って、やれ透明性だ、ね、自画像だとかって言ってるのはね、もうテロです、まあ、だけどね、あそこで、やれてたっていうこと自体は、僕は効果だと思うんですよ。ここそのものに関してはね、分かんないのはしょうがないですよ、それ蓄積がないから、経験値がないんでね、ただ、やり続けられてたっていうこと自体は、僕は評価だと思ってるんですよ、違いますよ。いや、確かにそうですね、でも、まあ、その場がこうだんだんこう変わっていったりとか、まあ、なんか批判的に見る方もいましたけども。でもそれはすごい面白い試みだっていうことで、評価してもらった人もいたし、まあ、好んでこう来るスタッフもいましたので、まあ、そこがその美学的にそのセンスがあるかどうかっていうのは、それはまた違う話ですけどね、でも感じ方としては、まあ、そういう感じ方もあるのかっていう驚きという点では、まあ、いろんなやり方があってよかったのかなとは。だってね、日医でやった時なんかあれですよ、音楽で、そう、今をときめくライゾマの真鍋大とかね、低周波の音出してる、ドーンとかって言ったり、あれですね、山川冬樹がね、もうその喉鳴らしてるとか、みんな怖がって、テロだよ、あれ。だけど、ライゾマの時は、ライゾマもう、現役をみんなにもう一回見せるのかって上級医から私はちょっと先輩の人から怒られました。あったよね、色々そうだって、まあ、それテロです。だから、ね、でもね、それは僕はその初めてね、こっち向いてくれたと思うんですよ、それで。
僕らの方です別にさ、病院を変えようとか精神病を変えようとかって発想は全然なかった、ね、なんか全然それはないです、全くなかったね、うん、だけど少なくともね、こっち向いてくれて考えたと思うんですよ、やっぱりみんな、うん、毎日そのいわゆるルーチンとしてやってるケアみたいなものっていうのと、これは一体何の関係があるんだろうとは少なくとも考えてくれた。だからもうね、その今あの時はね、もう先生が慌ててんのがまあいろいろあって、まあ申し訳ないなと思ったり面白いなと思ったりしてましたけど、そのコースドアってコースドアドア、まあそこは特に閉鎖できるわけね、古い病院ですからね。でも僕はね、あれはあのそれとか、まあ朝日病院はもう革新的な病院ですから、ね、うん、そういう意味でその2年3年3年以上続き、まあ、3年以上続きましたから、そういう意味ではもうその続けられてたっていうこと自体がそのある僕は評価だっていうふうに今その時も思ったし今でもそう。ただね、ちょっとこの間カムさんにはまだ言ってなかったからちょうどいいあれですけど、ある子の患者さんじゃないですけど、このプロジェクトの延長で他の病院のちょっとじゃ あ, あのこ、社会的な報酬をね、うん、ちょっと想定して、映像を作ってみましょう、つまり映画祭に出そうという目標を作ってみんなであのやったんですよ、うんうんうん、いや みんなでやったっていう、まあ、僕らは要するにその技術的なサポートとか機材のサポートしかしてない、もうとにかく要するに患者さんが自分で作るんですよ、映画で、ね、要するにその患者さんじゃない人が映画を作るんじゃなくて、患者さんを向かって作るんじゃなくて、患者さんがそのものを映画を作るっていう、患者さんが患者さんを取って、いうことを、まあ、やったんですよ、でそれで、まあ、映画祭に出しましょうっていう、まあ、ある種の、まあ、報酬のあることをやったんですね、ね、大失敗なんですよ、どういうことですか、あのね、これはね、何食ったの、いやいや、もちろん本人もあれなんだけど、まあ、実はもうその、どういう想定だったかというと、そこにいる、デイケアの人がデイケアの人を取る、うん、でその人が最終的に亡くなっちゃうんですよ、うんうん、でまあ、うん、そのもともとその他の内臓疾患で亡くなっちゃうんですけど、でそれでまあ一つ落ちちゃうっていうのももちろんあるんですけど、とても取った人、ただそれは彼にとっては想定外、つまり彼は亡くなるだろうっていう、そこでね、もうすでにナラティブが想定されてたんで、ね、僕はまずいなと思ったんですけど、それと同時にそのいわゆる周りの人たち、いわゆる、まあ、まあ、ケアマネージャーそういった人たちが協力してくれるんですよ、要するに演技始めたんですよ、そうそう、協調的な、行動を取り始めるんですよ、その映像を撮るっていうことカメラを撮られてるからね、これが批判的、要するにその批判的で始めたことであるにもかかわらず、その例えばドキュメンタリーとかっていうフォーマットに対してね、例えばその今まで精神病院を取り扱った映画なんていうのは、まあ、たくさんあるわけです。でそれに対して、まあ、僕らはある種そのカメラを外から運んでシューティングするみたいなことを否定して、じゃあカメラ渡して全編それをやってみようっていうことで批判的なつもりで始めたんだけど、結果は批判的であることに完全に失敗してるんですよ。ノンフィクションはフィクションだよ。そうそう、みんながねその物語に向かって協調的に行動してしまうんですよ。これにはね、本当に僕もね、もう参りましたね。いや、思った以上に映像、まあ、映像っていう表現そのものもそうだし、いろんなことを考えさせられて、でこれは逆に言うと、ね、それこそ報酬の問題とかね、それからみんなが立ち止まって考えるためには、そういうことではダメだっていう、むしろその昔やってた、セブンでやってたようなことの方が、あるかに、みんなが考えてくれるあれがあるんじゃないかとか、いろいろ考えましたね。でも本当にその さっき言った当事者っていうことにこう投げたとしても、意外とみんな違う行動、まあ予想もつかない行動をするんだっていうね。それは本当に映像もそういうふうになってるんですよ。映像そのもの、映像はねすごくそこら辺は正直なので、
みんなが協調的な行動をしてるっていうことがもう分かっちゃうんですよ。とても、まあ、最終的にはとてももうなんかはっきり言って見るみたいな。で、ただ、もちろん悪意はなくて、うん、僕らが手を貸せば、上手な子だし、うんうん、なんとかなったものだとは思います、素材で。でも、僕はもうその、そのプロセスで協調的な行動を取ってしまってるそのことに非常に驚いて、これはまあある種の成果、僕にとっては一つちょっとネガティブですけども成果だったなと、うん、こういう意味で批判的なことに対して失敗するっていうことがやっぱりあるんだなっていうことが、ね、ありますあります、うん、僕がその病院で働いて病気休んだんですよ、3ヶ月その時、まあ組んでる臨床心理士の人が私の活動を、ずっと続けてくれました。クライアントと患者さんたちはより協調的というか、より僕の留守を守るように行動するんです、ね、行動してくれと言ってましたので、ね、まあ、というようにその何かそういう欠落があるとはやはり逆にね、その埋めていくっていう、まあ、それはいい意味でも悪い意味でもそうかもしれません。そうするとまあそこで働いている制度を脱制度化しましょうかっていう話がなかなかまあ逆に、ね、難しくなるというところはあるのかもしれません。それはまあタイミングとしてそういうことはあるのかなって気がします。例えば私がフィールドにしてたそのラブルドメインという病院がね、院長ジャオリーという人が亡くなりましたけども、まあ、その後、まあ、一回聴聞には行ってその後うまくいけてないんですが、まあ何が起きたのかなっていう気がしていて、まあ、もしかしたら、まあ、あの病院も それこそ、これビショップはなんか最後ラブルドメイン出してきて、みんな1年に1回集まってまとまりのある演劇祭をやってるだとかって知ってますか、書いてますけど、それは大きな間違いで、それはあの、映画撮られた映画ではそうなんて、そういうふうに見えるけど全然そうじゃなくてね、むしろあれはその外にいる人が自由に入れる日であって、中にいる人は結構査定に行ってたりしてですね、一堂に会していないというところが一番のあの病院の面白いところであって、まあ、全く関係ない、それこそ本当にでテロというか破壊というかその、いろんなその動きがあるということが面白いんだっていう、脱制度化というのは制度がいっぱいあるということは重要だ、その脱ぐってことじゃないんでね、制度を脱ぐってことじゃないんで、そこはちょっと勘違いされてるんですけど、脱施設っていうのは施設から外に出るってことなんですけど、脱制度っていうのは制度を脱ぐっていうんじゃなくて制度がいっぱいあるってことが重要だ、制度1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中からどれ選びましょうかっていうことで、なんかこうそこに1個しかないなかったら優等生とか落第生まで決まっちゃうというんじゃないものが組み立てられるっていうのが重要なところなんですけどもね、まあそのなんていうのかな、そう、まあ、本来そういう制度医療福祉しかないようなそういう制度しかないところに、例えばそのエポックがやろうとしてたような、また全然違うものがポンと入っていったりするっていう、でそれがね、ふとしたことで、何かこう撹乱じゃなくて逆に吸収の方に行くときっていうのは、例えばそれ誰か亡くなるとか私が病欠してしまうとかっていうことでもって、なんかね それこそ心配というかね、あるいは、まあ、まとめなきゃなんないんじゃないかとかね、いう気にやっぱりならせてしまうというか、なってくれるというかいうところがあって、まあ、ある意味感動的でもあるんだけども、プロジェクトとしては失敗というところはあるというのは、今桂田さんの話聞いてて私自身も経験があることですね。ちょっと割と近い話で全然違う話ですかと思って、テロの話したいんですよ。いや別に僕らは自分たちがあってそんなテロだとかっていうわけじゃないけど、要するにね、ポリなんかいるじゃない、ああいうふうなテロが起きたときに、結局さ、テロって人が見えないっていうかね、ましては今の、昔は割とこう、IS が仕掛けたとかって言われてるけど、今の段階でもね、誰がテロリストでもおかしくないような状態で、地下鉄に乗ってもね、みんな緊張しないのがよくわかるんですよ、うん、どこで何があるか、誰が、だから、そのイスラム人であろうが、何であろうが、外国人であれば、だってフランスに出さえそういうことになるんだから、もう要するに、どこで何が起きても不思議じゃない状態の緊張感がですね、今割と結構あるんですよ。その中でこう、なんだろうな、
多分ね、今例えばそういうふうなアーティストが、アーティストテロリスト論みたいに言ってもね、多分ね、普通だと思うように思われると思うんだよね。それほどね、ある意味で、その、なんだろうな、ある意味、こう、自分たちを、要するにこう、内部崩壊してるっていう感じなんですよ。システム自体はもう、既にこう、機能してないっていうかね。まあ、要するに都市生活の日常はもう完全に、そう、麻痺しちゃう。うん、ね、そうか、ね。それはね、結構こう、精神的にもこう分かるわけですよ。それで、まあ、若いやつにいろんなことをこう言うときに出てくるのは、とにかく普通の生活をしよう、みんな外に出て普通の生活をしようっていうのがね、あれテロップさ、あの劇場でなかったじゃないですか、あの同時にテロみたいな、あの姿に入ってきたメッセージは、とにかく外に出ないと、これはテロリストの思うところだからって、やっぱね、一瞬間違って自然自然とするんですよ、あれが起きたときの1日2日ぐらいは。パンカーに行くのもね、結構ためらうぐらいね、ほとんど人が本当にあれですよね、出てもね、もう固くなりながらこうそそくさとみんな帰ってきた感じでね。で、その時に出てきたのとなく本当に普通に、まあ、もうカフェ行ってテラスに出て外に出て公園に行ってみんなで遊んでる状態を作らなきゃいけないって逆に出てくるんだよ。だからあえて日常をさ、もうちゃんと続けなきゃいけないっていうさ、そういうので、そういうこう、なんだろうな、こうみんながそういうふうに思い出しながら、でも結構それに対して緊張感を持って公園で遊んでるみたいなね、そんな感じのね、今雰囲気がやっぱかなり今も多分そういう感じがありますよね。だから少しちょっとね、そのなんだろうな、 IS とかが誰がやったっていうのが分かる状態でなくなってきてる中でね、ほとんどそのある種のこうコミュニティっていうものが自体がさ、結構崩壊しつつあるっていうのはね、今のね、割とこう、まあ、ヨーロッパ全体もそうだと思うんだけど、とすごくこれがどういうふうな、例えば僕らにとってはその表現っていうものがどういう変わっていくのか分かんないけど、なんかこう見るもの聞くもの、あるいは例えばパフォーマンス、あるいはハプニングとかね、もうそんなこともうできないわけですよ。できないっていうか、やっても何も出てこないわけよ。事実の方がはるかに強力なわけだから、そういう意味でそのアートの今のこうテロという一つのこう無差別っていうかね、無差別と要するにこう先が、要するに誰がやるか分かんない、誰がどこで何をするかも全然想定できない、その中こう生活の中でその表現っていうのがどういうふうなものになってくるのかっていうのはね、こうすごくなんかこう、まあ自分ももちろん表現する側なんだけど、テロはもうできないなっていう感じがね、テロをしてもほとんど今のテロの社会の中ではほとんどアートはテロになりえないっていうかね、だって現実の方がはるかにもうあれなんだよ。で今ほとんどそういった意味で守るっていうことはどこを守っていくか分かんないよ、もうすでに。テラね、テロってテラーじゃないですか、うんうん、だから2つ、1つは生命の危機に対する恐怖っていうのが1つ、うんうん、もう1つは、疑心暗鬼になるっていうか、うんうん、その非常に不安が募ってるっていう意味で その恐れみたいなレベルと、2通り多分テロになる、だからその卑怯で許せないっていう面が多分あるんで、要するに今のフランスって最初は IS がはっきりしてたんだけど、だからそれフランスの隣人がひょっとしたら、そう今はもう完璧に都市生活の隣人が、うんうん、で最初のチャリエブドのね、の時はもう団結してフランス全土ですごい何百万っていうのがデモするわけだ、あれはもうとにかく相手がはっきりしてるから、で相手の想定がもう明確だから、それに対するある種のこうリアクションとしてやるんだけど、今はもうそれは実は自分たちだったっていうのが分かってしまった時に、彼らはどうしていいか分かんないってことだろうけど、だからそのアゲンストのあれが先が見えないっていう、そういうなんか想定の中でアートの、例えばさっき言ったそのシステムを作ってシステムを崩壊して、なおかつそこでまた新しいシステムとかっていう、そういう設定すらもね、そういうことを箱があって箱がないとかっていう話じゃなくて、箱があろうとなかろうと、なんかこうシステムがあろうとなかろうと、テロってどっかでこうそれを全部こうひっくるめてやるっていうのはね、
だからそのある意味都市の祝祭性みたいなものが、うん、一番ネガティブに開いちゃった形でテロになるわけじゃん。だからそのクローズドな意味での祝祭性はさ、オリンピックだ万博だっていうので近代に積み上げてきたものがあってね、である祝祭性を持ってるんだけど、その一番ねじれて一番反転した形で出てるのが都市でのテロ、うん、でもそうしたらさ、みんな何もできなくなる、その以上、うんうん、だから、あ、予想不可能とか予想は、ね、不可能っていうことさえ言えなくなっちゃうっていうんだから、多分さらにそれに輪をかけてるのは情報戦なんでしょうね。まあ、そうです。日常的な情報戦っていうのが、その、お互いも情報戦をし合っていて、もちろん権力もし合って、でさらにその情報に基づいて今度は権力が空爆したり、空爆したりしちゃってるわけでしょ。そうするとどんどんこうね、空爆してる自分たちの国民の生活はどうなるっつってどんどん。だって今だってあれよ、あの、なんだっけ、警察の人がこう誰かどっちまったりこう家宅捜査するときにさ、それだけじゃない限界だって、今いらないからね、いらないってこと。だから情報だけでさ集まったやつでさ、いきなり家に行ってさ家宅捜査できるっていうかね、そのプライバシーも何もなかったのも完璧に、そこまで情報が今全部行き渡ってる。あの個人主義のフランスはどこに行ったんですか。そうだよ、だからもうほとんど分かんない状態っていうのは、うん、だからその個人っていうもので積み重ねてきたアートっていうね、システムとかっていうのが、それをもうある意味もう本当にグラグラというのが揺らいでるっていう状況でしょう、うん、だからこうみんなこう閣僚たちはみんなこう内輪もめしてるわけに、そういった意味で例えば教育が悪いなっていうわけね、そういったあの地域に郊外に住んでるそういった移民の人たちが結局ちゃんと教育受けてないからこういうのが出てるんだろうって言ったり、必ず移民政策の話ですよ、それはもうナショナリズムのところで移民が悪いから移民を排除しなきゃいけないとかさ、そんなのが全部錯綜してる状態が今のフランスだよ、うん、そんなとこで僕いてどうするんだろうっていう、ただその中で何をどういうふうな表現っていうのが今何かあるんだろう、まあ、テレに対してのあのアーティストの責任とかそんなこと言ってもやってじゃなくてね、なんかこう今の例えば表現っていうもの自体のさっきの観客と作り手っていうことすらも全部なんかこうただらさっていうかね、ああ白紙に戻されたみたいな感じですか。でもこんな本当にビジュアルテロリストとか言われてたこともあん昔ね。本当に言われそうだね。だって作るのはまああれからね、うん、も警官破壊するビジュアルテロリストみたいに言われて、今はもうそんなって言ったらもう逆にでも操作されちゃう、でもそういうのが牧歌的に思えることに今だから、ひょっとしたらさっき言った意味での近代的なこう、うん、だから分断線みたいなものもどんどん情報線で、うん、誰がこう都市生活者の役割みたいなものも、むしろその分断線があって誰と誰がこうはっきりしてるっていう状態の方がひょっとしたら安定感があったんだけど、それが曖昧になることによってどんどんもう不安定になる。だからそのひょっとしたら宮崎さんがね、一番最初にその開きすぎるよりもある程度閉じるっていうことの重要性みたいなもの、そういうところに興味した。あの今僕も完璧に今閉じようとしてるんですよ。まあ川さん閉じるとどうなる？分かんないけど。引きこもりになるってこと？いやもうだからあの今やってるプロジェクトはその秘密結社のプロジェクト。何ですか？会員制。見る要するに、ね、見る人を制限する。見る人を見る作る側、いや見せる側。まあ、見せるかというあの観客は別に参加してもいいんじゃないかと。だって、まあ、例えば地域でやるプロジェクトの場合は大体助成金回ってみんなやるんだけど、じゃあ助成金なくてね、場所だって自分たちで買ってね、でやるんだったら誰にも文句言われないだろうっていう、そこの中 でじゃあお金出した人たちでだけで見せればいいんじゃないかと。今会員制のプロジェクトやってるんですよ。それは面白いね。会員制のアートプロジェクト、ミカソプロジェクトで、この会員はまあ大体僕の昔の高校の同級生とかさ、まあ要するによく知ってる連中なんだけどね。でもね、かれこれもう3年やってるんだけど、360人ぐらいの今。要するに、後輩から先輩から、まあ、含めてそれにまた感化された人たちがまたこう、
寄付してくれて。すごいね、50過ぎたらみんなやたら同窓会に出るみたいなのを利用してんの。うん。同窓会出るっていうのは、要するにまあ、あの、とにかく続けていこうと、うん、もう見る人も何も作るのも、もう何も、とにかく、で、何をするかというと、いつもね、僕の同級生が今、役所でやってるの、地方で。役所でやったらみんなでね、議論するんですよ。今年は何をする、これからどんな方向でやろうかって、僕は一面倒というか、付け違いで、こんなのどうでしょうか、ダメだよなのとかつって、決まったんで、そんなことやりながら、結構ね、で、美術講座とかやってるの、僕、役所でやで。現代美術講座とかって、こんなの。役所で、役所でのテンスが僕の同級生なんですよ。だから大体そこで、もうボロボロな家、あの、店なんだけどね。そこで毎回、あの、どこの店の三笠さん、イワン・フランサー、駅前にあるんだけど、三船って言うんだけど、あの、すごい、もう本当に、あの、そこでもう四五十人集まって、で、世界にいて、こんなアーティストがいますって言うと、おー、でもこれは止まんないな、とか、いろいろ話をしてて、で、まあ、ほとんど美術関係ない人たち、お医者さんだったり、米屋だったりさ、まあ、これの自転車のおじさん、まあ、大体ほとんどあの同じ高校のね、まあ、あの、あれなんだけど、地元だからさ、それで今度はこんなことしようとかって言って。そうすると、まあ、そこにちょっと病気の人が入ってもいるわけですよね。うん、全然あるんですよ。そうなんですよ。一つのものは、やっぱりあの、ボードベルっていう詩人が近代で始めたじゃないですか、まさしくその近代の、あのね、パリを描いた、うん、で彼があの一目惚れっていうのは都会の恋だっていう確か言ったはず だったと思うんですよ。忘れてしまった、多分そうだったんじゃないのかな、うん、つまりそれは通りすがりの恋、通りすがりのね、でそれはお互い何も知らないし、今勝田さん言ってる意味で言うと情報も何もないと、だからまあそこにこうなんていうか、まあ、ほとんどナルシシズムなんだけど、そういう投影が起きて、まあ、運命の恋のようなものが発生するという、まあ、それ都会の恋だって、それは農村共同体でみんな顔してて、あの親がどこに嫁に行けとやってて、それないですよね。無名な者同士の間でこう発生する何かとは、今も情報であの知り送っていたりとかするので、それ逆にあの都会の恋とかでやってると、あのストーカーじゃないかと思われるような姿勢があったわけですよね。そういう意味で言うとね、僕はあの開いてるっていうのは僕の勝手なイメージなんだけども、そのまあ、タブローっていうのはね、例えばまあ映像にしてもこう、こうなんていうのかな、そのタブローの状態っていうのは結構、まあ、要するに窓でしょ、窓の外も想定されてるじゃないですか、まあ、あれは、まあ、ある種開かれてるような気がするわけです。でそれってね、あの、まあ、いろんな工夫もあるし、いろんな画面の緊張感をもたらし得る、もたらし得る方法もあると思うし、それはそれで、まあ、それこそいろんなそのフォーマリスティックな、ね、あの努力っていうのもあって、それはそれで人の畑だから素晴らしいと思うんだけど、ちょっとね、私、まあ、それで 何か非常にこう律儀にやっていくっていうのも一つの手なんだけど、そこに何かこう映し出す、例えばその人目の様子が映し出されたときにね、そのバーッとロードムービーみたいなものが流れてるだけだと、ちょっと今あの厳しいかなって感じがして、それはやっぱ開かれすぎてて、でむしろ川本さんがその同級生と一緒に何かこうやってるところが、例えばその、その映像として残っててね、でそれがそのいや別にその活動自身もいいと思いますよ。しかし、映像がその、皆さんに今日、ここに来る前に少し資料として私あの送ってたのね、まあ、今日、高橋光平君っていう、光平さんが作家ですけど、来てくれてますけどね、彼が、その、何人か、つまりその三重県の、その、33年に1回集まって、こう、たまたま、あの、その、何でしたっけね、護衛課か。護衛課をこう やるとか、ね、鴨さんがその高校の同級生とね、その、まあ、クローズドなんだけど、その1年に1回とか、高橋さんの作品は33年に1回です、そのが来年、次の時は死んでると思ったらまた来てしまったとおばあちゃんが言ってるような作品があったりするんですけど、そういうね、まあ、クローズドな場所を、まあ、見せる、まあ、それって、まあ、オープンなんだけど、クローズドでやるっていうような、まあ、そういうふうなものがあのないとね、まあ、開く方向でいくと、やっぱり人間耐えられなくなって、まあ、テロが起きたりとかですね、まあ、それこれ鎖国を僕はあの奨励してるわけじゃないんですけど、そうじゃなくて、むしろ逆に鎖国になるというか、あの移民を受け入れられる、鎖国にならない移民を受け入れられるようになるためにもね、そのクローズドなスペースがね、
そんな形で、それ同級生、同窓会をどんどん言い上げて、いうレベルの話になっちゃうのかもしれないけども、しかしまあ、いろんな事件であればいいと思うんですよ。そういう、じゃあ、そう。結局、同級生でもね、結婚しちゃうと違う人と一緒にじゃん。と違う人も要するに参加できるわけですよ。だから、全然別に、クロスとっていうか、要するに、会員制だから、会員になった人は別に、いつでも構わないけど、会員じゃないと見れないよっていうことだな。で、会員だけに今、インフォメーション流してて、ただ、作家に対してはね、彼会員だよ。あ、そうなんですか。だからそういう意味で、その参加するには別に全然構わない。同級生じゃないじゃん。同級生の、あの、要するに味方全員にね、あの、要するにこう、あの、賛同してくれた人がまあ入る分には構わない。ただ入った人しか作品を享受できないっていう話っていうわけ。だから、まあ、だから300人ぐらいいるんだけど、高校の同級生だけってわけじゃないわけ。見せるのもその人たちにしか見せない。うん。基本的にそうなんだよね。だ出張とかさ、会員じゃないと見せないんだよ。そういう意味で、助役は見せない。助役は会員だから見せるんだけど。だからすごいなんかこう、あれがあるわけ。で、要するに決めることも何も全てその会員の中で決めることもあって。だからもう、他の人はいらないって思っちゃうとか、観客はもう別に必要ない。キュレーターもいらないね。いらない。だってみんなでこう焼き鳥屋で話してるだけだもん。でもそこからどっかで決まってるからさ、なぜ決まってるかというと、地元でな、ね、で僕らぐらい年になると結構いいところにいるわけ、みんな。役所のほとんどの上の人はもう同級生だったりして、だからもう割とそういう話が結構つながってるところがあるわけね。でも気をつけないともうそこ終わっちゃう。いやいや、役所の人たちももう定年になっちゃう。ね、2040何年、僕らがね、88歳までやるっていうになっちゃったもん。誰？いや、みんな言ってたんだよ。だから、ベージュ？ベージュまで やり続けるぞっていうことでさ、それは。すごいな、老人のカラオケ大会。いや、どんどん死んでいくと思うんだけど、それで別になんかこう、あの、いいんじゃないかなっていう思ってるんだ。とにかく、毎年ってなんかこう、まあ、彼らのだから一つも楽しみなんだよね、どっかでね。まあ、彼らって言って、俺らもそうなんだけど。でもさ、それ結構いいあれだよね。あんまりないですよ、カラオケ大会だよね。だから僕はフリーメイトって言ってるのが秘密結社。うん、秘密結社。秘密結社の。いや、もうちょっと資金下げた方がいい。いや結構だから、本当にだから。ちなみに年いくら払うんですか？1万円。結構でしょ。結構なの。ちょっと僕は300人と年度300万の活動資金やんの。いやいや、もうちょっとあるけど、あの何口も入るつもりだから。でとりあえず僕はちょっとスケッチ書いたやつをみんなに持ってるな。持ってますちゃんと。でも2期目ぐらいしかやってないくない。いやいや、1期2期やってみました。今は4期目だよ。今はちょっとねまた募集してるからよろしい。年1年ごとだから、まあ、ある意味1年ごとっていうか、うん、脱退してる人もいる。いる。ああ、うん、1万円払えずに。結構俺らとしたらもう年金生活とかしてそれなりにやっぱり、うん、それみんな豊かだからね、うん、今の、まあまあ、今の人たちはね、過食所得高いし、うん、でちょっと聞いていいですか。一つはその、こういうまあ、ビショップが本出してますが、あの、まあ、繰り返しますが、最後のラブが間違ってますが、まあ、なんていうのかな、まあ、こういうところをフィールドしてきた人間として、一つ思うのは、まあ、こういう場所にいて物事を考えると、まあ、芸術的な、何かな、なんていうの、で芸術のこともこう、形式を転換していくような感性というのは、うん、まあ、つまり当たり前のことを疑うということでしょうね。うん、養われるんじゃないかというのは最後になっているような気がするんですけども、うん、それとその、まあ、いわゆるフォーマリスティックな価値というのは、そのなかなかそのたまたま合致することもあるかもしれない。例えばね、私の友人の批評家が岡本さんの作品に関して、その外形がすごくフォーマリスティックに綺麗だったとかって書いてたことがよくあります。そういう点もあると思うんですけど、そういうその価値観とそのいわゆる参加型アートっていうか、そういうものの間
でね、その価値観の間でね、どんな議論ができるんでしょうかね。まあ、フォーマーしていくっていうか、要するに、まあ、まずとりあえず、さっき言ったような場があって、その場とそこに参加する人たちがいて、その参加する状況があって、そのある種のルール作りから始めなきゃいけないってことだじゃん。で、そのルールってのは結局その場でしか成立しないようなものだから、それはどこか違うところに持っていけないからね。あそこフォーマリスティックな形にはなり得ないところってあるわけ、どうしても。だからそこを一つの、まあ、まあフィールドというかそういうことになると、ある意味こう、なんだろうな、さっき言ったようにそのある箱があって、それでやすと観客と作品がある対立するっていう状態ではなくなっちゃうのは確かにあるんで、そこでだから そこで多分ね、評価っていうものがね、そのできたものの評価っていうのが多分ね、すごくつけづらいっていうかさ、だから今いろんな生活とかいろんなことやってるアプローチってこう、まあ大体話題性でしかないじゃん。話題性がこう一つこう、例えばでっかいものができましたとか、綺麗なものができましたとか、今年の目玉は野村美術館ですよみたいな感じのね、そういうある種の話題性はあるけど、話題性だけじゃなくて、その一つの効率性っていうか作品、まあある種の作品というか作品っていうものの批評性、評価っていうのはね、あんまりできてないんじゃないかなっていう感じがしますよね。あのね、多分ね、それは、まあプロジェクト型ってあると思いますけれども、そのいわゆる、絵画彫刻、それから割とそのメディウムスペシフィックなアートフォームの議論に入らない作品っていうのは、多分そのフォームでなかなか議論がしにくい。多分プロジェクトのタイプとかでは議論ができるかもしれないですけども、だけどアートフォームっていうことはなかなかその批評の言語になりにくい。だからもし、今まあね、カムさんももちろん先駆者で、まあもう30年とかやってるわけだけど、36年もやってたら、やっと僕はそのいわゆるプロジェクトタイプっていうことで、クリティクスがキャッチアップひょっとしたらしてくるかもしれない。追いついてきてます、うん、でそれまだ、追いついてない段階なんで、ね、だからそのアートホームっていうものでは、まあいわゆるクリティカルなことはクリティクスは無理だっていうことは薄々みんな感じてるので、そのいわゆる地域とアートとか、それから社会と芸術とかっていう言説が最近増えてきて、ひょっとしたらそれはフォームじゃなくてタイプっていうね、いわゆる都市の、型とか、それから、いわゆる、プロジェクトの進め方とかっていう意味でのタイプとか、そういう意味でのこう、ある種の分析っていうのは少しずつ出てきてるのかなっていうふうには思いますけど、まあだからこういう本っていうのはある種そのキャッチアップしてやっとこうしてきた、で多分もうちょっとやっぱり僕は時間がかかるのかなっていうね、昔よく言ってたのがオフミュージアム、アーティストっていう言い方あるよね、何がオフであれなのか僕は別にそんなこだわったのが地域でやってることもないし、そんなに別に時間で何かあれば理想のやつになるし、ただ一つの創作としてオフミュージアムのアーティストだっていうただカテゴライズされ方は結構ありますよね、うん、多分それはもうミュージアムっていうのは基本的にアートフォームと一体化したクリティクスと一緒になって、例えばマーケットもそれに一緒にくっついてるから、それで成り立ってる、まあ、いわゆるサーキュレーションが成り立ってる部分があるけど、それがまあある、ね、まあ、カムさんをはじめとしてこの35年ぐらいにひょっとしたら少しずつこうそのフォーマットが崩れててひょっとしたらキャッチアップが最近起こってるのかもしれないな、まあ、この辺の本とは、そういうキャッチアップの姿なのかもしれない、含めてそういう言い方は、ただ、なんていうかな、その最近の関西の作品はちょっと見てないけど、そのパリに留学してる時に、教会にね、椅子をこう、ビデオにもなってますよね、見せてもらって、まあ、あれはぜひ
見に行けて日本人 の留学生から相当勧められて行ったんですけど、やっぱり すごい良かったんですよね。でそれは当時結構私はその地域アートとかうさんくさいところって地域アートって言っていいのか、まあ、そのようなものはちょっとねそのあんまりこう現場でなきゃやるっていう、どうかなと、それなら僕が患者さんとやってることの上なんじゃないかと思っていたので、かなり神経使いますから、ね、と思ってたんですが、あの作品はやはり私にとって非常にパリ生活をの中でも何本の指に入る記憶なんですよね。やはりまあ普段は床に置かれね、下に置かれている椅子がキリスト教的に考えて上に置かれているわけだから、まあね、なかなか すごい話だし、造形としても造形としてもとかこうマルチティックな考え方なんだけども、まあ、きっちりこう椅子が閉じられているところがすごくまあ、こんなこと言うとちょっと美的に感じたりもして、うん、だから、まあ、必要十分な感じしたんですよ。誰か評価のなんか、これは川端の作品にしてはあまりにもなんか綺麗すぎるからね、これは多分彼のね、あれとは違うとかっていうか、そうなんですよ。いや別に何も同じですよ、別にそれは。ただ、受け止め方は、まあ、ちょっと違う受け止め方されたかもしれない。あれはやっぱ場の力もあるんですよ。教会系はやっぱ場の設定もあるし、やっぱ光も綺麗ですね、うん、やっぱりそういう 場で随分インスパイアされたところは確かに自分の中でもあるし、まあこう精霊な気持ちなのか実は飛んでたというわけでもないけど、ね、じゃないでしょでもなんかまあとりあえずはそのなんていうかまあ、うん、それなりのその携帯にはしないといけないといけないというのはあったんですかね、神さん。いやいや、あれも結局ね、思った以上に椅子が多かったっていうのがあって、うん、でかなりどうしようかなっていうのも全部あったんですよ。4000、5000とかっていうのがあったんですけど、8000っちゃったからさ、8000個あるんだと思って、それをとにかく頑張ってしなきゃいけないって、しなきゃいけないっていうのもおかしいんだけど、まあ、とりあえず、やっぱり半年かかったら全部あったりしたから、使ってあげないとまずいなっていうのが結構あったり、で割と打算的なところもあるし、でも全然その後のことが何も考えなくて、それがこれどうするんだろうっていうのをね、オープニングの時になんか初めて思って、終わったらどうするみたいな。足さんと見たんですよね、足さん。もちろん、うん、もちろん。それは、まあ、指示出してたわけですか。ね、要するにね、どうやってくっつけるかっていうことと、まあ、ここら辺にこういう、このぐらい、ここら辺にこのぐらいみたいな、そのぐらいのイメージ、あとはもう勝手に状態って言うんですよ。まあまあ、でもね、うん、あれ、実はいろんな人が持ってるんですよ、まだ一緒。あ、そうなんですか。うん、もうここら辺なかったから、あれ、売ったんですよ、少し。そしたら結構、今でもうちのキッチンで使ってるよとかっていうのがあって。ああ、あれ、切り売りしたんですか。そう。何ですか、こんな雪失礼だなあともう一個いいんですか。あともう一個ね、まあ、地域でアートで 人を呼ぼうという、まあ、観光作戦あるじゃないですか、うん、私はやっぱり思いますけど、やっぱり客よりもその、フランスのリールなんかも頑張ったみたいですけど、うん、町おこし、まあ、もう町おこしっていうか、その内部で先ほど閉じた場所の話じゃないですか、うん、中でそれなりのこういいものを作り、まあ、例えば入手に慣れてたものをこうもう一回よみがえらしとくとかなんとか、これは面白いなというのが、ね、というのがあって、客もいていいっていう、多分鎌田さんもそういう発想だと思うんですけど、客を呼ぶために何かやるっていうのやるとね、やはりそれは面白くなくなっていくと思うし、うん、それこそその美術館の人との質問と同じみたいな、ね、はい、あとはそれこそ中でやってることもその、うん、その対価を求められるっていうか、うん、そのこんなに苦労させる、うん、何だったんだって話になるので、やっぱまあ自分たちが面白いっていうか、これやっててなんとか生き残れるものが見つかったっていうところに客も入っていいっていう形に持っていかないと、うん、まあ、そこにそうすると患者さんも入りやすいわけだから、うん、患者さんも病院が出てそこでこう何度かやってみませんかって話にしておいて客も来るっていう
そっちかなと思うんですよね、うん、客呼ぶために何かやるってやってるとそこちょっと崩壊していくかなって感じ、うん、崩壊してますけど。その辺神さんあれですか、その地方で、うん、その芸術祭とか芸能人呼ばれた時は、うん、その辺の態度どうしてますか。いやだから結構揺れてるよね、その状態呼ばれて何かちょっとこう外言えないで何かしなきゃいけないとかさ、そういう条件もありながら、でもその地域、まあ単純に地域で何かやってくれて、地域の人たちと一緒に何かやってくれって言うんだけど、僕はあんまりその、まあ、その興味ないとって言いながらもさ、結局来るじゃない、来たらやっぱり一緒に仕事したりしてて、だから非常にこう、なんだ、昔はでもね、基本は僕の中ではね、あの、福田絞るなんですよ。福田絞るってあの、郵便配達とかね、毎日こうやって一応持ってきてこう積んでいって自分の中でも給料作るんだな。あれは別に人が見ようが見ないな、まあ最初はほとんど、まあ、ある種のこう気が狂ってる人だとかってなってきたんだけどそうだんだんと、まあ生存中どのぐらいの評価あったか分かんないけど、少なくともなんかこうあれがこう形になった時にね、やっぱりこの人と違う人だったんだっていう、違う人っていうのは、あれが変わってきたんだと僕は思うんだよね、うん、だから観客ってのは多分そうやって出てて作るものじゃないかなっていう、うん、あの昔映画であったじゃない、なんかこうただ単にこう走っていくっていう、なんという映画だったかな、アメリカこうとにかくある時僕は走るんだって言って走り始めた、うん、レストラン、ああ走るんだって言ってだんだん走ってたらさ、なんか知らないうちにどんどん人が出てきて、すごい人が来るっていう、だからあれは人のストーリーだったかもしれないけど、ああいう人ってのがこう、つながり方っていうかね、まあ、宗教なんかは多分そういうところがあるかもしれないけど、うん、でもまあ、ちょっと際どいけどね、それはね。実感としてあるんですか、実は。ある、あ、実感を得るときはあるんですか。プロジェクトによってそれ違うと思うんですけど、地域によっては違う。あれって思うときはあるんですか。やっぱり、その、一緒にやってた人たちが逆に能動的になってくるっていうのは、どんどん自分たちで、今は確かにありますよね、自分たちで提案してきたりどんどんやっていくっていうのもあるんですよ。で、あ、ちょっとそこら辺ちょっと違うかなと思うんだけど、でもどんどんやってるからこうになっていくっていうのもありますよね、過剰にこうどんどん組み立てていくっていうのもあるし、だそういうある種のこう、そうですね、結界っていうか何かありますよ、どっかでやってるうちになって、だそれをだからどのくらい容認して、どのくらいこうそれをこう見ているか、それはある種こう、その場所と状況でもって、そういうの話しざるを得たことがありますよね。で、そういう時にこうフロアの人にこう、もうちょっとこう、ね、円数字が入りすぎてて、うん、いや、そこまではちょっと考えてくれなくていいんだけど、みたいなのもあんじゃん。あるよ、そういう時はこう、どう振る舞ってるんですか。宗教家のように振る舞う人も多分いるでしょ。どうぞ。いや、だからアーティストでもさ、もうね、フォロワーの人にこう、なんか啓示を与えるみたいな、そういう方法だってあるじゃないですか。神さんどうしてですか。いや、これはこのままちょっと信じ込まれてもまずいんじゃないかなみたいな。こっそり夜行って撮っちゃったりするって言われる。なんか昼間一生懸命やって、あ、そういうの一人でこう、ピッと撮ったりする。なるほど、まあ、まあいろんな方法ありますよ、あえて、あ、なんか昨日壊れちゃったんだけど、立ってみたいあとね、僕ちょっと、カムさんのさ、まあ、何年前だっけ、パリに移り住んで、7年、あ、そんな時8年ぐらいだったんですね。で、まあ、そのキリスト教の国で、うん、しかもその、あ、ホルムの話で言うと、やっぱりその宗教っていうものがどっかで、フォーマリズムを作ってるってところがあって、うん、で、要するにそのさっき言った生活と生活みたいなものもどっかでそういう宗教的な規範がある中でパリで過ごしてる、金曜日には魚を食べるってそういうやつね、うん、で、そういう時に自分がこう、いわゆる日本人としてアートっていうものに、要するにこう、まあ言ってみればジョインしてるわけでね、うん、で、その時のこう意識っていうのは、そのあんまりね、歴史家っていう、作家はさ、ある意味、歴史家に対して、歴史に対してものすごく意識的だったりする人もめちゃめちゃいるわけじゃない、そのマーケットのことももちろん考えて、意識的になったりする。ただ、あんまり、こう、ナショナリティっていうかさ、こう日本人だからとか、なんだかっていうことはそんなに感じないよね。
し、いろんな、まあ、人種もいるってことも含めてだけど、自分の一つのこう、まあ、ある種のこうアイデンティティってこと、うんうん、いやっていうか、まあ、そのいわゆる美術史の中にこう、うん、どういうふうに組み込まれてるのか、そういうことをこう意識することがあるのかどうかってことですよね。でそれはさっきの宮城さんで言ったそのアートフォームとかっていう、そのいわゆる批評的に、やっぱり何やかんや批評家と一緒に歴史化される、うん、批評と一緒に歴史化されていくので、自分のやってることを歴史的にどういうふうに位置づけられるかっていうことに対してはそれほど全然なんかこう興味はないんだけど、たまたまね、あの僕のことをね、あの、なんだ、高校とあれ、大学の時、あの、あれがバックってバカロレア、うん、バカロレアのアートの曲の試験の、試験のね、テーマになったの。いや、それはすごいね。知らなかった。どんな試験？ね、要するにね、僕と3人ぐらいいつもね、あるのよ、そのバカロレアで。アートは社会に役に立つかみたいな。要するにね、コラボレーションっていうのはね、そういうふうなアートってあんまり言えない。コラボレーション。参加、まあ、日本では当たり前なんだけど、参加型のアートの形態、ティンゲリー、ダン・ティンゲリーは動く彫刻とかっていうので、まあ、そういうテーマで、そういうキネティックみたいなもので、僕はとにかく参加する人がこう参加して何かを作るっていう、まあなんかいろんな、ほんで、面白いのになんか、あの、やたらめったら高校からね、あれを言うんですよ、レクチャーしてくれって。いや、あんまりそんなできないからね。答え教えたんですか。いや、答え教えるっていうか、まあ、もちろん作家が何考えてるか知りたい。そうそうそう。で、一応、まあ、それをちゃんと補足するような教科書みたいなものをもう一回作ったんですよ。インタビューずっとしてもらって。それでもあれなんで、じゃあもう、プロテクションやろうって、やったのがラベルで、こう、到達してたんだけど、あれはもう、高校生のために作ってる。そうなんだ、嬉しいんだ。もう、じゃあ、みんなが来て、僕がここに行くから一緒にじゃ あ, あのこれ塔をねみんなで作ろうって言って、僕は土台だけ作ったからね、あとは全部もう参加する連中が作ってきて、でその前とかちょっとしたレクチャーやって、うん、どういうことか、例えば材料とかね、あるいはみんなで何かするってことはどういうことか、まあいろいろなことがあって、そういう時にどういう意見言うんですか、高校生で聞いてるだけで、うーんとかって聞いてメモするって、うん、なんか言ってきたやつね。いやいや、もちろんいろいろあったけど、あんまり覚えてないけど、ただ、その、まあそういうことがあった時には、その、僕の仕事がどうだっていうことよりも、なんか、高校生がそういうことに、こう、っていうか、そういうことを高校の、その試験に出すんだな、っていうのは、ちょっと覚えてたけど、うん、そこで、バカの上を取ったやつが、いきなりボザルなんて来るわけじゃない。あなたのテーマで僕は私はあのバカロレア取れましたとかってさ、それはそれなりのことが、まあ、感じるところはあったけど、ね、ただアートっていろんなある種のカテゴライズされてるものがね、コマーシャルは、まあ、コマーシャルアートっていうか、まあ、コマーシャルの部分では非常にこう成功した人であったり、やっぱり作品がすごくあったり、あれ全く無名でもやっぱある程度こうあの作品としてどうしてもやっぱり切れない作品ってあると、いろんな人がこう参照する作品としてあるものもあるし、だからいろんなある種のこうカテゴライズされた歴史の中でそれぞれアーティストが出てくるんだと思うんだよね。だから別に今例えばバンゴッホとかゴーギャとかいろいろいるけど、もっといろんなアーティストもちろんいるんだけどね、そういう中で僕がどんな位置に立ってるかっていうのは全然考えないよね。やっぱそんなことを言ったって見る人も勝手だし、なんだろう、どんどんやっぱりいろんなアーティストも出てくるし、だから自分で想定できないよね、そういうのが。そういうふうにして歴史とか中に乗るように、西洋美術の中に乗るようにとかっていうことを考えたって、その人でできるわけでもないし、だからそこはあんまり考えないね。ただやっぱり今やってることが、まあ、どんなふうに展開できるかっていう、だから今はっきり言って逆のことを今やってるからね、その閉じていくっていう、さっき言いましたのは、うん、参加型の参加っていうのを全然違う意味でクローズドにした時の参加っていうのがどんなふうになるの。その高校の同級生でやるプロジェクト
手紙がそうだっていうのがどうかっていうのは、まあ誤解の表現かもしれませんが、なんか生き生きしたものっていうのがこう出てくる、なんか入ってあると思うんですよね、うん、今日はデザインとの話を全く聞きません、例えば漫画でもいいんですけど、うん、漫画とかデザインっていうのは、まあ、車その辺バンバン走ってるし、うん、ほとんどの漫画でも読み捨てられるんだけど、うん、この線だけはすごいとか、この形だけはすごいとかっていうところでこう生き残っていくってところがあると思うんですよ、うん、で、まあその、そういうこう、あれっていうようなと面白み、ちょっとした面白みのためだけにこう巨大な無駄をしているって感じなんで、もしかしたら和村さんの作品もその、作ることの中で何かそういう生き生きしたのが、うん、あのそれは作るプロセスかもしれないし、フォーマリスティックの何か形であるのかもしれない、それは何に触発されるかっていうのは、触発っていう言い方をするとね、分かんないけど、何か触発されるものがあるということが大きいんじゃないかと。その時にその確かにこう閉じるっていうことがないと、それこそ、まあ、テロとかだとかって話がありましたけど、どんどん開いていくっていうことが、世界が閉じてるから開いていってよかったのかもしれない、なんていうのかな、もう開かれてるとか、逆に言うともう監視されてるというか、情報を漏れまくってる状況の中でやはりこう閉じないと、なんかで僕なんか発行するなんかこうなんかこうずっと沈んでいって、まあ、そのある種の深みって言い方したんだけど、僕はなんかこうあのチーズがこう発酵していくような感じでね、だからずっと時間をかけて発酵していくようなものがどっかでやっぱりこう持ってたいなと思う、何かかしら、なんかそれが今最近すごくあんまり見かけないなって感じがしてて、ぬか漬けのぬか床を作る家、そうそうそう、もう古い古いみたいなあの、まあ、たまたまその仙台から2、3日前に帰って、仙台でちょっといろいろ、あの、まあ、復興の関係のことを見てて、もうすごいリサーチやって、建築家とかいろんな若い人がどんどん入っていって、いろんなこと、もう彼も5年になりますからね、すごい膨大な資料があるんですよ。でも、ほとんどの住民のにアンケートっていうか、あのインタビューしてやってきたっていう、もういろんな本が出てるし、いろんな人がこのことやってて、でもちろんアーティストもいろんな表現をしてて。でそこに住んでた人、あるいはそこで実際やってる人、その表現をするためにそこにも住み込んだ人とかって、まあ、いろんな人がいるんだけど、なんだろう、そこの中でこう今じゃなくて、例えば10年後とか20年後にね、出てくるものがこうずっとこうなんかこう下にあった表現っていうのがね、これから出てくるとしたら、地域っていうことでやってることがそこに逆に見えてくるんじゃないかな。だから今やってパッとやってパッと中できたものじゃなくてね、あるいはそういうこうリアクションでもってこうものができてくるんじゃなくてみたいな、なんていうのかな、まあやっぱり地場というかな、そういうものを含んだ行為っていうかね、人の行為っていうのをのこうなんかこう裸の人の行為みたいな、うん、なんて言うんだろうな、そういうのはどこかでこう出てきたら、今の例えば地域でやってるものが全部こう、うん、見えてこなくなってくるっていう、そんな感じまでしますよね、うん、まあ、あのイタリアの精神病なんかで言われてるのは、病気の人が調子崩れたらそれは地域の側に今、まあ、ちゃんとしたこう受け入れ体制なり生き生きした活動がなくなったからなんだっていう発想で彼らがやってるところがあるので、まあ、そこまで、あの、まあ、これは突っ張ってる感じですけどね、あえてやってみるみたいな、まあ、そういう発想でやってるところがあると思います、まあ、それだけ地域を、コミュニティを何とかするっていう、それってだから患者さん、何か病気の患者さんだけじゃなくて普通の一般というか、一般なのかなのか分からない、人にとって生きやすい社会を作るというか、まあ、そこにそれが滞ったら、まあ弱い人かなっていう方はちょっとおかしいですね、まあ、ちょっと難しい局面になった人が少しこう違うところで生活せざるを得なくなるみたいな感じでしょうかね、発想でやられてるところがある気がします。だからやっぱりそっちを地域をしっかりする、客を呼び込むんじゃなくてしっかり、ね、閉じて
何かやってる場所を複数作っていくっていう、川間さんだけだと、川間さんも大変でしょ、市長じゃないわけだから、ね、うん、別に僕、役員じゃなくて、町をよくしてないと思ってないですそういう使命感はあるんですか、生き生きしにいってるわけでしょ、川間さん自身生き生きしにいってるわけでしょ、なんか自分の中でやっぱり何か得たいなっていうのが確かにありますね、うんうん、その場所複数あるべきだし、うん、私この前っていうのこの前プロジェクトで10年マップネギまあたまたま10年って言ってみて、まあ、やったってこともあるけど結局今は何もなくて、まあ、さっきの記憶とかっていう話になるんだろうけど何したかったかっていうとなんかこう見せるわけ見せようとしたんじゃないなと思う誰かに誰かに対してやっぱりやってる側の中で納得したかったな例えば自分の中で納得したかったなと確かに何かあるんですよねそれは何なんだろうなまあもちろんいろんな言い方はもちろんできるけど自分の中の近代を見るとか、まあ、いろんな言い方ができるかもしれないけどそれ以上になんかこうまあある意味でのこうああいう場所で何かをこうするっていうことから出てくる中宮崎がそういうことを発行して何かが近くになっているっていう、そういったものの中どこかで見たかったというのは確かにありますでそういうことによって、必ずこうある当時、この前にやった時も、うん、今そのいわゆるピアニカとかでやってることも、うん、ある閉じた瞬間にそれなりに、うん、多分そこがローカリティのこう、うん、あのゆえんだと思うけど、うん、そこなりの言葉とか身振りっていうのが、うん、多分出てくるんですよね、うんうんうんで多分それが、ある種のこう、表現そのものにつながっていくかもしれない、うん、その残された身振りと、うん、要するに言葉だけがひょっとしたら、うん、まあ言ってみればこう生命線みたいなものになってね、うん、それが、うん、続いていくっていうことなのかもしれない、ね、だからこう閉じるっていうことは最後にどんな身振りとも言葉が残るかみたいなことにもなる、うん、あおっしゃってることうん、壁作るという、うん、ことじゃなくて、うんうん、多分その利害でこう利害関係だけで結びついてるんじゃなくて最後にどんなその身振りと言葉を共有できるかっていうか交わしてるかっていうで交わせない人たちは出ていっちゃうっていうことになるのかもしれないしなんかそういうふうに、まあ、今川間さんの話とか宮崎さんの話を聞いてたらちょっと思いましたそうそうまあ、日本語で訳す制度という言葉になっちゃってますけどそういうことですよ身振りとか、うんうん、言葉遣いとか関係性とか、うん、そういう日本語訳すればこういう難しいことになっちゃうんですインスティチューションとか、まあ、そういうアンスティションですね、うん、そっちはそっちだそっちですだからそういうのがいっぱいできるっていうのは、うん、いいと思いますけどいいっていうか生き生きする場所があります、ね、なんかそういうバッてちょっとマジで桂さんおっしゃったように身振りってように言葉遣いそういうものがこうなんていうかな、まあまあこう囲ってるような、何かこうエリアみたいなものがね最近僕はプラットフォームって言い方であんまりうまく使えないそれエリアみたいなものが あるっていうのはやっぱり重要なんじゃないですかそのテロの時代だからそう思いますけどねありがとうございますこういい感じでこうまとまってこちらが新しいなんか生まれたような感じがしたところで会場からもお声をいただきたいんですけど今日偶然にも短い焼き鳥屋なんですよおより閉じてそこでいろいろ話をするということでですねという感じで締めさせていただいてよろしいでしょうか なんかこう質問ないですかなんかどうしても聞いておきたいみたいなとじた会がありますので、そこでもいいですか、まあ、どうしてもお一方なんかあれだったら今度、焼き鳥屋の話だけど三笠プレーンで焼き鳥券を使っているもう会員しか食べれないっていう焼き鳥に行って、券を持ってる人はただで食べれるっていう焼き鳥券というのを作るんです焼き鳥屋さんだけどそこの焼き鳥屋さんしか行けないんだけどねだけど、ここ行ったら会員だって言ってこの紙を見せたら焼き鳥が10本とビール2杯飲めるっていうのがそういう件を作ろうっていう話をしてきてもうますますこういう会員じゃないと食べれないそう店に行ってもまあ
の店って大体さ、会員みたいなもんですよ。会員もう常連さんしかいただないような相当払ってるんだよ。じゃあどうでしょうか、そのお一方何かありますか。高橋君どうですか。いやまあクロースだろうかね。すみません、ご協力ありがとうございます。味方プロジェクトに参加してどうするの。今日はウェブで見てください。ウェブで見たらいろんなことが出てますから、ちゃんと振り込み場所もちゃんと書いてます。闇沢三船ですね。え、素晴らしいです。闇沢今ね、闇沢プロジェクトになってるのかな。闇沢プレゼントの人と会員の人気なんだけど、今年から闇沢プロジェクトとは始まろうかなと思って。もう正式には何プロジェクト。山を作ろうかってみんな言ってます。山を作って温泉引いてなんだかんだってみんな言ってました。でね、土地を買おうって言ってますよ。今山ってね、すごく安いんですよ。木を切り出した後の針山っていうのはね、1ヘクタール何万円っていう。旭川まで行くとね、針山はほとんど価値がないから、どうぞ持って行ってくださいとかって言うんだって。それも要するに木が植えてたらね、それこそ資産価値があるんだけど、資産価値が全くない木が来たとか。今ね、2.8 ヘクタールを20万で買おうっていうのを会員でこうやって話すんですけど、やっぱ木植えなくちゃいけないのか。結構そう、木植えなくちゃいけない、うん、でもあの役所のその林野とかのやつがいて、こんなの時にこうやってやればいい、みんなでやればそういうね、強い中だと専門家がやっぱいるんでね。下水道引いたりするのも大事なんですね。役所がついてれば道路に面積があったら電気も速度あれもあるからって言うんで、その近くにまあ、買おうかっていうの。で、この現場見てきて、見て、不法投棄されてるいっぱいのゴミがあったから、あれどうすんだって。いやいや、都市のパワーすごいですね。いやいや、もうすごいですよ。じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ユーストを見てください。ありがとうございました。三方村です。ちょっと言いながら何を持ってたら殺戮すら持っていただいて、中心もありますか。奥さんもちゃんと皆さんの、地図ありますので、そこに加藤さんに行ってください。どうもありがとうございます。ちょっと印刷したいと思ったので、ちょっと待ってください。